はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、もうね、いよいよ最終日です。はい。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。今、チャットのあれで僕のプレゼンが全然今見えなかったんで、ちょっとね、もろもろ移動させます。よいしょ。はい、OK。はい、OK です。というわけで、ついに始まりました。ニュートラベルメイトの Day4 最終日でございます。はい、皆さん今日もよろしくお願いします。はい、皆さんの拍手がね、聞こえてきますが、はい、こんな感じで進めます。はい、では今日のですね、タイトルはですね、ニューノーマル×オーストラリア観光の、ツアープランニングコンテストということで、今日はですね、ゼミの皆さん、まあ後でちょっと説明するんですけど、ゼミで参加している皆さんのですね、ニューノーマルなツアーのプランニングのコンテストというものがありますんで、ぜひこちらですね、楽しみにしておいてください。右上のハッシュタグから、飛びますと、ニュータベルメイト2020ですね、ツイッターで投稿できるようになってますので、ぜひこちらチェックしてみてください。で、今日の流れはこちらですね。まあ、大まかになんですけど、まずはイントロと今までの講義のおさらいということで、やりまして、その後、早速コンテストの方に移ります。で、最後はですね、今日は Day4 ということで、イベント全体のクロージングをできたらなと思います。はい。で、今回ですね、ウェビナーで配信しているんですが、もしかするとね、今日初めて聞きますみたいな人もいらっしゃるかなと思いますので、ちょっとだけね、企画の説明をしようかなと思います。はい。で、詳しくはぜひですね、アーカイブもありますんで、そちらのニュートラベルメイトってウェブで検索してもらって、そちらからですね、ホームページ飛んでもらって、ぜひ拝見していただけたらなと思います。では、ですね、ニュートラベルメイトということで、オーストラリア観光局とですね、一緒に企画しているこの、イベントなんですが、オーストラリアの観光の未来や、そしてこれからですね、コロナ後の、ニューノーマルな新しい旅っていうものを考えるイベントになってます。で、1ヶ月間全4回ですね、12月の頭からやってたんですけど、そちらで、まあ、全4回でやっております、オンラインゼミとなってます。はい。で、本日最終日ですね、ニューノーマルなツアーのプレゼンをします。ついに。はい。で、ごめんなさい。こちらね、今あれなんですけど、はい、飛ばします。で、まあ、ちょっと過去の講義をね、さらっとだけ振り返ると、初回が12月2日でした。もうね、2、3週間前の遠い昔のような、つい遠いかのようなね、気もしますが、はい、こんな感じでやってました。オーストラリアの観光の今と旅好きなら知っておきたいニューノーマルな観光とはということで、まあ、このイベントのね、企画の根本でもあるオーストラリアのニューノーマルな旅ということでですね、オーストラリア政府観光局のデレックさんや、株式会社 TBWA 博報堂の高橋さんに、ゲスト出ていただいて、オーストラリアの魅力だったりとかニューノーマルな旅について、学びました。で、その後はですね、HIS の方をお呼びしてですね、現地のツアーの状況ですとか、オーストラリアでのツアーの展開の仕方っていうのをお話ししてもらったり、本日もゲストで出ていただく、伊佐さんと、山下さんにオーストラリアの魅力がめちゃくちゃ伝わるトークっていうのをね、していただきました。で、その後もですね、翌週も HIS の方出ていただいて、まあ、ツアーの作り方ですね、今回ゼミの参加者の皆さんがツアーの発表するんですけど、ツアーの作り方っていうのを、教えていただきまして、で、あとは伊上夫婦、千屋さん、裸足夫婦にゲストで出ていただいて、こちらもですね、オーストラリアの魅力が伝わる、皆さんがね、オーストラリア行きたくてしょうがないっていうようなね、コメントもたくさんいただきましたが、そんなオーストラリアのお話っていうのをしていただきました。そして今回ですね、ついにそのプラン、ニューノーマルのツアーのプランニングのコンテストということで、開催されます。はい。でですね、YouTube の、ごめんなさい、YouTube って書いてるんです。今日ウェビナーでしたね。すいません。ウェビナーの視聴者の限定のね、プレゼントもありますので、ゼミに参加してないよっていう方でも、こちらのですね、グルメ賞とあとトラベル賞ありますので、ハッシュタグ、ニュートラベルメイト2020をつけてですね、Twitter や Instagram、そしてノートに、ご投稿いただけると、プレゼント差し上げますので、ぜひですね、こちらチェックしてみてください。はい。で、今回もですね、いろんなチームからプレゼンやオーストラリアの魅力をお伝えいただけるかなと思いますので、皆さんぜひですね、このニュートラベルメイト2020のハッシュタグをつけて、講義中にね、投稿していただけたら、嬉しいなと思います。はい。あと、ノートで、マガジンの掲載もやってますので、ぜひですね、右下のハッシュタグから飛んでいただいて、こちらノート参加者の気持ちやね、思いだったりとか、あとは運営側の視点というのもあったりしますので、ぜひですね、チェックしてみてください。は
はい、ではまとめますと、このゼミのゴールとしましてはですね、オーストラリアのニューノーマルの旅のあり方を考えるということで、今までね、全4回にわたってニューノーマルの旅っていうのを考えてきましたが、今日はそのツアーの、プレゼントということで、今日はね、初めて参加している方もぜひですね、ニューノーマルの旅のあり方について考えてみてください。そして2番目、オーストラリアの魅力を広めるための新しいツアーをプランニングするということで、今回ね、ゼミの参加者の皆さんの集大成かなと思いますので、ぜひですね、皆さんも頑張って、いいツアーをプランニングしてほしいなと思います。はい、そして最後ですね、オーストラリアが大好きな仲間を作るということで、ゼミの皆さん、本日ね、集大成でチームごとでのね、プレゼントになりますので、チームでの、交流はもちろん、ゼミ全体の交流もそうですし、あとゼミ参加してないよっていう方もですね、ハッシュタグとかから辿っていただけると、オーストラリア大好きな人たちの投稿が見られますので、ぜひですね、こちらから、オーストラリア大好きな仲間っていうのを、作ってほしいなと思います。はい、そしてですね、先ほどもちょっとご紹介したんですけど、このイベント、オーストラリア政府観光局と一緒にやってまして、で観光局が作ったこの 8D エスケープ動画っていうものが、あります。で、こちらなんですけど、立体音響の 8D オーディオ技術っていうね、最新の技術を用いておりまして、めちゃくちゃ音質がいいんです、これが。なんで、今からですね、映像を流そうかなと思っているんですが、皆さんですね、ぜひこちら、ヘッドホン、イヤホンをしてですね、聞いてほしいなと思います。でね、僕もイヤホンね、聞いたんですけど、もう全然ね、音の聞こえ方違いますんで、今僕がペチャクチャ喋ってるうちにですね、皆さんイヤホン、ヘッドホンの準備をお願いします。で、こちらなんですが、オーストラリアのアイコンである、ウルルとかシドニーとかね、オペラハウス、メインの観光スポットだったりとかの、まとめた、映像となっております。はい。で、人気観光地たくさんですね、ありますが、光、音、音質とかをですね、臨場感あふれた、ビデオになってますので、ぜひ楽しみにしてください。で、あとは、下のところですね。で、こちらですね、6つの色に分かれてですね、テーマごとに作ってますので、今回はその1つのですね、この黒っていうのを、お送りしたいと思います。皆さんではね、イヤホン準備できたかなと思いますので、はい、こちら今から流しますよ。もし、あれだね、ちょっと待ってくださいね。一回音流れるから、ちょっと最終チェックで、一回切りますね。はい。皆さん、今のうちにイヤホンの準備してくださいね。大丈夫ですか？はい。では、音流しますよ。はい。じゃあ、行きます。よーい、スタート！ごめんなさい、ごめんなさい、ボタン触って飛んじゃった。ごめんなさい、もう一回流します。すいません。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。はい、では、ですね、こちらまだ実はですね、これが6つあるうちの1つの映像ということで、はい、まだね、いろんな色も下に書いてる通りありますので、ぜひこちらですね、 8S ケーブルで検索して、見てみてください。はい、
では、ですね、はい、今までの講義のおさらいということで、まあ、本当に軽くですね、ちょろっとだけ今までの講義のおさらいをしたいと思います。はい、こんな感じですね、第1回のゲストで出ていただいた、高井さんがさを、高井さんも、ご協力いただいて、作成している観光歩行ガイドっていうのがあります。で、こちらに基づいてですね、今回 のツアーの企画であったりとか、ニューノーマルな旅っていうのを、考えております。はい。で、まあ、こちらですね、こんな感じでですね、3つの視点からテーマを考えてみましょうということで、今回、その観光意欲を、ごめんなさい、旅行意欲を高める兆しっていうものと、観光復興ガイドと、あとは、皆さんの経験とか、オーストラリアでのね、体験とかっていうのをですね、こうまとめたものをニューノーマルツアーに企画しようということでやっております。で、4つステップがあるんですが、ステップ1として、自分の経験を棚下ろすということで、自分に何ができるのかなっていう経験を、ものをですね、自分の経験に基づいて、その経験から価値の根源っていうのを、探っていこうという話ですね。で、ステップ2が、社会が動く兆しを見つけるということで、先ほどの観光復興ガイドもですね、時間あるときにちょっとね、詳しく見てほしいなと思うんですけど、今、社会に対してこういうものが求められていますっていうものがですね、書いてますので、自分の価値と、あとは社会の接点って書いてるんですけど、どうやったらこう社会の皆さんが興味を持ってもらえるのかなっていうのをですね、探っていきましょう。で、その次にオーストラリアの資産を見つけるということで、オーストラリアならではのですね、ツアーの価値を生む、線っていうのをですね、探っていってみてください。そして、最後ですね、ツアーのテーマを考えるということで、自分のね、独自の経験とか、独自のこうオーストラリアの魅力っていうのをですね、探してみて、ぜひそれを切り口にですね、自分のオリジナルなツアーっていうのを、見てみてほしいなと思います。はい、まあ、まとめるとこんな感じで、デイ1、デイ2、デイ3からですね、いろんなものがこう話がサイクルしていって、今回のですね、ツアーのテーマになるかなと思いますので、ぜひですね、こちら、チェックしてみてください。アーカイブね、ありますので、ホームページからご覧ください。はい、では早速ですね、こちら本編に移っていこうかなと思います。はい、ツアープランニングコンテストということで、はい、ついにこの時間がやってまいりました。で、今回ですね、ツアーのプランニングコンテスト、流れをですね、まず先にご説明しようかなと思います。はい。で、流れ、皆さんスライドね、見えてるかなと思いますが、こんな感じでいこうかなと思います。テーマは、先ほどから何回も言ってるんですが、ニューノーマルなオーストラリアの旅のプランニングです。で、発表方法ですね、今回ゼミの参加者っていう方がいらっしゃいますので、30名いらっしゃいます。で、それをですね、5人かける6チームに、割り振っていただいてます。で、そのグループごとに発表いたします。で、発表順番は A チームから全部で F チームがあるので A から F が、発表する流れですね。で、そしてスライド形式で発表しますので、発表者の人がこうやって相談してもらって、お話をしていく形式になります。はい、そして審査方法なんですが、今ウェビナーをご覧の皆さん、こちらですね、はい、プレゼン終了後ですね、投票タイムに移りますと、こんな感じの画面が出てきます。で、プレゼン終わった後にもう一回説明するんで、今ですね、あ、こんな感じね、みたいな、さらっとですね、聞いてみてほしいなと思います。はい。では、こんな感じですね、画面が出てきますんで、自分の良かったなと思うチームをポチッと選択していただいて、右下の送信ボタンをポチッと押していただくと、投票完了になります。非常に簡単ですので、皆さんですね、そんなに慌てずに言ってほしいなと思います。はい、じゃあちょっとまだね、説明に、移りますが、今回ですね、まだ審査方法のところなんですが、ゼミの参加者と、あとはビビナー視聴者の方は、皆さん1ポイントあります。で、後ほどご紹介すると、特別審査員っていう方がいるんですけど、その方のポイントは3ポイントあります。で、こちらのですね、ポイントを合計して、一番ポイントが高かったチームが優勝という形に、なります。はい、で、ゼミの参加者の皆さんに連絡です。自分のチームも投票できるようになってるんですけど、絶対しないでくださいね。バレますんで。はい、お願いします。はい、で、プレゼン審査の流れということですね。全部で6チームありますので、それぞれ10分間の時間で区切って、合計60分という流れになります。で、1チーム10分の時間があるんですけど、その中の、時間としましては、発表の時間6分あります。オーバーしないでください。はい。で、そしてですね、質疑応答と、あとはコメント、審査員からのですね、質疑応答とコメントの時間が3分ほどあります。そして次のグループへの切り替えというのが1分ぐらいあって、で、これが合計10分で、これを6セット繰り返すという流れになります。
で、その後投票タイムが5分間ありまして、それから結果発表と表彰の時間になります。あ、でちなみにですね、あのグループのリーダーの皆さんに連絡なんですけど、ここの表彰のところで優勝者のチーム あのリーダーからコメント一言いただきますんで、はい、皆さん、あの自分が優勝するんじゃねえと思ってですね、コメントを考えておいてください。はい、では、審査基準ですね。これが一番大事なんですけど、はい、皆さん審査基準こちら覚えておいてください。全部で4つ審査基準があります。で、この基準を満たしている一番いいなと思うチームをですね、投票いただければなと思います。まず1つ目がニューノーマルな視点を取り入れているかということで、今までニューノーマルな旅っていうものをですね、やってきたんですが、学んできたんですが、先ほどの観光復興ガイドとかもありまして、そういうですね、これからの観光の兆しになるようなこうニューノーマルな視点というのを取り入れられているかっていうのをですね、考えて、投票してほしいなと思います。はい、あれ皆さん今スライド見えてます？大丈夫？見えてない？大丈夫ですかね。はい、で、オーストラリアならではの魅力があるかということですね。このツアーの企画、オーストラリアじゃなくてもいいんじゃねえみたいなツアーはね、皆さん、そういうツアーは考えてきてないと思うんですが、そういうところもですね、参加者の皆さんですね、ポイントとして、見てほしいなと思います。そして3番目、ツアーのアイデアのオリジナリティはあるか。あ、こういうツアー、マジで面白そう、こういうアイデアがあったのかっていう、驚き度がですね、高ければ高いほど、ポイント入れてほしいなと思います。はい。で、実現可能性はあるかということで、第3回目の時にですね、HIS の方がおっしゃってたんですが、あと例えば全部で、5泊7日のツアーをですね、今回設計してもらっているんですが、その5泊7日の中でどの都市も行ったりとか、3都市も4都市も行ったりとか、べらぼうにお金が高いとか、なんかそういう実現の可能性が低いものっていうのはですね、ちょっと控えてというか、考慮して、審査していただけるとありがたいです。スライドちょっと荒いですかね。一回ちょっと画面共有停止しますね。そしたら、はい、これでいけるかな。はいはいはい、これでいけるかな。はい、じゃあちょっとね、スライドもそんなにあと残り枚数多くないんでね、進みますが、はい、皆さん審査基準こちらでした。こちらでした。はい、覚えておいてください。では、はい、審査員のご紹介に移りたいなと思います。はい、で、今回ですね、登場していただくゲスト、こちら4名でございます。それでは、まず皆様ですね、ご登壇お願いします。ビデオオンお願いします。はい、ありがとうございます。はい、出てきていただきましたね。お願いします。ではですね、まずこちら左から順番にですね、ちょっと一言いただいていこうかなと思いますが、はい、まずはオーストラリア政府観光局日本局長のデレックさんです。デレックさん、こんにちは。あ、こんにちは、ロイさん。あ、こんにちは。元気ですか？お願いします。あ、元気です。ありがとうございます。今回、はいはい、あ、どうぞどうぞ。オーストラリア政府観光局のベインズと申します。日本局長でございます。ブリスベン出身ですね。しかし長い間大都市のシドニーに住んでいます。皆さんこの 2,3 週間ぐらいすごく頑張ってきたと思いまして、ぜひ皆さんの声を聞きたいと思います。あとプレゼンを楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はオーストラリアのね、本当に楽しみですね。自分もまだ知らないオーストラリアの魅力がね、あるかもしれないですね。今表示でデレックさんの顔が見えてないので、はい、スライドだけ。あ、なるほど。はい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 。じゃあちょっとね、こちら、切っちゃいますね。画面共有を。はい。ちょっとデレックさんもう一回、手振っていただいていいですか。はい、皆さんこちらがデレックさんです。はい、お願いします。今は映ってるかな？大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。では、次ですね。はい、株式会社 HIS の吉武さんです。吉武さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、株式会社 HIS の吉武と申します。HIS の、FIT パッケージの、オーストラリア、の担当をしております。今日、皆様の発表を聞いてですね、実現できそうなものがあればどんどんですね、ちょっと
ネタをパクっていこうと思ってますので、素晴らしい発表を期待しております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これパクられたらめちゃくちゃ光栄ですね。皆さん楽しいですね。はい、ありがとうございます。では次、伊佐さんお願いします。はい、フォトグラファーと編集者をしている伊佐智美と申します。世界一周しながら仕事をするというのを長年3、4年かな、2016年ぐらいからやっていて、その中でオーストラリアが本当に大好きで、世界で一番長く滞在したところがオーストラリアで、今日はこうオーストラリアが好きな人たちと一緒に素敵なツアーのを聞けるということで楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。多分今日あれですね、黄色がスタッフのドレスコードですかね、はい、これはもしかして、ね、黄色じゃないですね、黄色がスタッフということですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。伊佐さん、デイ2ではあのおしゃれの愛を熱弁していただいたんでね、はい、ぜひアーカイブあの見てほしいなと思います。はい、では最後、トイップの代表の清水ですね。はい、お願いします。はい、皆様はじめまして、株式会社旅っぽの代表取締役やってます清水直也と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。ですね、僕は、10年前ぐらいに世界一周を僕もしていてですね、で帰国後に、旅一歩を作って、まあ、こういう形で、旅を広める、活動をしています。で今日はあの皆さんのプレゼンを見るのをすごい楽しみにしているんですけれども、実はあの僕オーストラリアに行ったことがなくてですね、あの毎回オーストラリア政府観光局さんと打ち合わせをするたびに、いつ行くんですか、いつ行くんですかって、2021年行きますっていう話をしていたので、まあ、今日はですね、あのなので僕がこうシンプルにオーストラリアに行きたくなるプレゼンを見れると嬉しいなと思っているので、今日はどうぞよろしくお願いします。黄色いシャツ3人目でした、はい、黄色ブームです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では、はい、一応ですね、またちょっと画面共有させてもらいますね。はい、あ、でもいいや、画面共有なし大丈夫です。はい、では皆さんもう一回ですね、ちょっとチャットの案内になるんですが、今もですね、じゃんじゃんチャットにコメントいただいてますが、引き続きですね、プレゼンの最中とかもですね、チャットで盛り上げていただければなと思います。で、最初参加してなかった方もいるかもなんで、もう一回ちょっとアナウンスするんですけれど、こちらの青い、チャットっていうボタンを押していただくと、青いところがですね、パネリストと、あとはパネリストおよび参加者っていうものが選択できるようになっているんですが、こちらをですね、パネリストおよび参加者っていうものにですね、あの皆さん合わせて、チャットしていただけるといいかなと思います。はい、であとですね、ちょっとお願いというかアナウンスになるんですけど、パネリストのですね、チャットが、あ、ごめんなさい、投票の時はですね、皆さんチャットしないようにお願いします。投票の時はチャットしちゃうと、なんかどこのチーム良かったみたいなのがこう仮にね流れちゃうと、ちょっと他の人の審査とかに影響してしまいそうなんで、投票の時はここだけですね、チャット NG でお願いいたします。はい、では、プレゼンターの皆さん、準備は大丈夫そうでしょうか。この後ですね、もう行っちゃいますが、大丈夫ですか。はい。では、A チームから順番にですね、発表していこうと思いますので、はい、裏で、ズームをいじってくれてるタイプのね、スタッフがいるんですが、そちらの準備ができましたらね、行こうかなと思います。はい。では、ぼちぼちですね、パネ、発表者が、こちらの画面見えてくるかなと思いますので、それまでの間はちょっとですね、どうしようかな、ゲストでお話ししましょうか。いやでもこれ今日はこういうトークがね、多くなった。緊張しますね、はい、ここに呼ばれて。緊張しますね、これ。緊張しますね。はい。ね、ガヤもね、チャットだけですからね。あ、参加者の方がね、今出てきましたね。はい、ヒロノさん、こんにちは。はい、はい、こんにちは。はい、皆さんですね、ゼミ生の皆さん、仲間がね、どんどん登場しますんで、ぜひですね、チャットで盛り上げていただければなと思います。なんかチームによっては、昨日寝ずに準備して、はい、今日に臨んだ人たちもいるみたいで。やばいっすね。ね、なかなか緊張しそうかなと思いますが、はい、では、A チームの方は準備大丈夫そうでしょうか。
大丈夫ですかね。はい、では、用意できるタイミングでしていただいて、やりましょう。はい、A チームの準備大丈夫ですか。はい、大丈夫です。相手の方の喋って大丈夫なんで、今からプレゼンになって喋って大丈夫です。はい。これ緊張するよね。緊張します皆さん。大丈夫ですか。緊張してます。大読みで緊張してます。はい、それではですね、発表時間6分になります。で、6分間でお願いします。僕ね、あのこちゃんタイマーで測ってますんで。はい、ではスタートの合図で、スタートしてください。では OK ですかね。いきまーす。よーい、スタート。いい旅にはいい癒しがある。どうも A チームです。僕たちはこのいい旅にはいい癒しがあるっていうテーマでプランを考えました。で、まあ新型コロナウイルス3月ぐらいから広まって、まあ、ここまで半年以上コロナ疲れで、まあ、3密回避とかそういう行動を制限される世の中が結構続いていて、まあその中で息抜きは必要だよねと。でも遠出もできないし感染のリスクも減らしたいと。なので僕たちはニューノーマルな視点としてコロナウイルスへの感染を抑えた上で癒しとか息抜きになるプランを考えました。具体的にはターゲットは20代から30代の女性で、だいたい3人ぐらいの女子旅をイメージしています。期間は5泊7日で価格は20万円。まあこの後具体的なプランを話すんですけど、そのプランの全体を通して、まあ、安全性を確保した上ですごいリラックスできて息抜きになってすごい自分を癒してあげれる機会になる。で、帰った時にはまた頑張っていこうと思えるようなプランを考えたので、最後までぜひ聞いてください。はい、では次のスライドに。具体的な旅行プランはこんな感じになってます。で、まあちょっと文字だけなので分かりにくいとは思うんですけど、最初の2日目と3日目はナイトフォールキャンプっていうグランピング施設に泊まります。で、4日目と5日目と6日目はブリスベン周辺の、まあ、エアビーに泊まって最後帰るという、日曜日から土曜日の5泊7日のプランになっています。で、まあちょっと次のスライド行ってもらって、これが到着した日なんですけれども、まあ羽田を深夜便で出発して朝にゴールドコースト空港に到着します。で、そこから、送迎のサービスをレンタルして、3人を送迎してもらいます。で、途中で、オライリーズっていうところに寄って、ご飯食べたり、ラミントン国立公園に、ナイトホールキャンプっていうのがあるんですけど、この下の写真がナイトホールキャンプで、このグランピング施設に、その日は泊まります。で、3日目は、この日は、1日フリーの、気になっていて、ナイトホールキャンプって、まあ、サイトは英語で書かれているのでちょっと読みにくいんですけど、すごい写真とかがめちゃくちゃ綺麗で、グランピング施設なんですけれどもすごい広々としてる。で、こういう広大な大地を生かして3密も避けてるっていうところにがいいなと思ってここを選びました。で、あとは近くにスプリングブルック国立公園っていうところがあって、ここは星空ツアーがすごく有名なんです。で、ここはオプションツアーとして参加したい人は追加料金で参加できるようにしようと思ってます。はい。で、4日目は、最初にゴールドコーストに着いて、そこからちょっと内陸の方に行った後に、4日目ブリスベンに移動します。で、ブリスベンに着いた4日目は、イートストリートマーケットっていう地元のスーパーがあるところで買い物をして、エアビーで料理を作ったり、まあ友達とワイワイしたり家族で行ったりみたいなのをイメージしてます。はい。で、5日目はモートン島日帰りツアーに出かけます。
で、これはブリスベンの港から行けるんですけれども、このツアーの中にフェリーの乗船料金と、あとはイルカの餌やりのツアーも含まれています。で、ここではバイクに乗ったりスキューバダイビングをしたり、このビーチでリラックスしてもいいし、アクティビティではしゃいでもいいしっていう自分の自由な時間を作れるかなと思っています。はい。で、6日目、この日は、まあ、ブリスベンからゴールドコーストに移動して、ゴールドコーストで、まあ、街を観光するっていう、まあ、最後せっかくゴールドコーストに来たんで、内陸のキャンプ場だけじゃなくて街も見てもらって、オーストラリアの雰囲気を感じてもらいたいなと思ってます。で、最後は、まあ、さっきのでプランはそのまま空港から羽田に帰って終わりで、大体の全体の予算としてはまあこんな感じになっていて、3人合計で53万円ぐらいなので、まあ参加費20万円ぐらい以内で収まるかなという感じです。はい。まあ、僕たちのプランはこんな感じで、いい旅にはいい癒しがある、癒しを最大限に詰め込んだプランになってます。ご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょうど6分でした。ありがとうございます。素晴らしい素晴らしい発表でした。はい、では審査員の方から何か質問やコメントなどありますでしょうか。挙手制でお願いします。審査員も緊張してる回答はあの僕の YouTube の他のメンバーもしてもらうので、え、うん、ぜひぜひ皆さん喋ってください。ボートン島の海で見ると懐かしいですね懐かしいです。いい旅イコールいい癒し、そういう考えはすごくいいと思います、うん。まあ、ありがとうございます。なんかオーストラリアの自然とかイルカの餌やりとかやっぱり魅力的ですよね。綺麗な。やっぱそうですよね。日本だとなかなかできない体験でもありますし。グランピング施設のあのナイトホールって名前がそれはあの厚見さん、A チームの厚見さんが見つけてくださって。あ、そうなんですね。センスの塊ですね。なんか僕ちょっとオーストラリア素人なので質問したいんですけど、ボートン島っていうのはもうパッと見た感じすごい行きたいなって感じになったんですけど、これ結構有名なところなんですか？そうじゃなくて割と知られざるみたいな感じなんですか？もう結構ブリスベンの市内からすごい行きやすい、アクセスがいいというか行きやすい感じで結構有名なのかなとは思うんですけど、うん、なるほど、ありがとうございます。なんか僕もあのいい旅にはいい癒しがあるというキャッチコピーが最高だなと思いました。おお、それはあのうちのひろのちゃんが僕じゃないです。吉木さんもなんかツアーにキャッチコピーあるとすごいいいですよね。そうですね、まあ、どういうのを目的にしているのかっていうのが非常に伝わりやすくていいなと思います。ちなみにごめんなさい、もう一回あの日程もう一回ちょっと見せてほしいなと。すごい。一回見れますかね。自信さがここで入って。緊張する。緊張する。どう、違うんですよ。どういう日程だ、はい、細かいのがちょっと分からなかったなと思って。はい、ちょっと待ってください。今、Zoom のチャットで言ってますけど、ひろのちゃんは高校生です。へ、えー。高校生なのに旅に癒しを。そこ。あ、ありがとうございます。緊張する。何見られたんだろう。いや、どういう、例えばなんですけど、そのナイトフォールって、ゴールドコーストからどのくらいの時間がかかるのかなって、すみません、ちょっとあまり。調べたことがない施設だったので、はい、はい、あ、そこは2時間ぐらい、はい、車で2時間ぐらいですね。ブリスベン、ね、ゴールドコーストから車で1、2時間ぐらいです。ああ、なるほど。
あ、じゃあ全然、行ってもう本当に送り届けて送迎の車を帰っても大丈夫っていうぐらいな距離ってことですよね。はい、あ、了解です、大丈夫です。ちなみに全然関係ないんですけど、全然関係ないというか、グランピングですね、実はうちのツアーでですね、23日からちょうど発売になるやつがあるんですね。ゴールドコーストじゃないんですけど、シェドニーの、グランピング施設になるんですけど、はいはい、パクったわけじゃないです。先にちょっとそれだけ。はい。光栄ですね。はい。ちょっとね、日本でも流行ってるので、非常にいいネタだったなと思います。うんうんうん、おお。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、時間も来てしまったんですが、ね、いや短いですね、これでね。はい、というわけで A チームの発表でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、続いてですね、A チームが今退出して、次 B チームの皆さん、入ってきますんで、ちょっとですね、審査員の皆さんでお話ししようかなと思います。エルクさん、地元付近でしたが、結構良さそうなツアーでしたね。そうですね。はい。はい、あそこ行ったことありました？なんか ここの今発表されたもろもろ。ナイトフォールというところ。はい、いや、まだですね。そうなんですね。行ってみたいと思います。はいはいはい。ちなみに存在は知ってました？結構有名ですよね。ラミントン国立公園とか。あ、ラミントンは、子供の時から、はい、してまして、結構有名です。はい。ああ、そうなんですね。いいですね。素晴らしいところです。素晴らしいところでした。はい。あ、今 B チームの皆さんが続々入ってきましたね。はい。ちょっと画面オンまで時間あるかな。はい。志村さんも、オーストラリア行ったことなくても、なんかこう、イメージできるような、ね、楽しいですよね、このツアーの話を聞くと。いや、本当になんか僕は多分、発表聞くたびに発見があるというか、皆さんとは違う、僕はどっちかそんなところあるんだという感じになる、楽しい。ああ、確かにそうですよね。新しい発見もね、ウェビナー視聴してる方もね、YouTube、あ、いいですね、オーストラリア行ったことない人も結構いるかなと思いますので、ね、そういう方も楽しみにしてください。Bチーム、すごい背景が、しっかりしてる。やばい、忘れてた。ちょっと待って。揃える、揃える。もう何も言わずにね、スライド出してもらってありがとうございます。気合入ってますね、B チーム。ね、すごい。いいですね。残念ながら、それ審査基準入ってないんで。あ、画面の美しさは。これは違うんですね。ズームの背景はね、審査基準入ってないんですみませんが。楽しみだな。さっきの A チームの提案の自然オーストラリアめちゃくちゃ綺麗ですけど、天気ってやっぱ雨の日とかもあるじゃないですか、星見えないとかも。でもなんか一泊エアビーが入ってると、はいはい、でなんかブリスベンのマーケットすごい楽しいから、なんかああいう雨天でも楽しめるもの入ってるのはすごいバランスよくていいなと思います。確かにツアーって結構天候に左右されがちですもんね。ねえ、左右されるよね。はい、B チームの皆さん、準備は大丈夫そうでしょうか？はい、B チームの皆さん、元気ですか？緊張しますよね。緊張しますよね。はい、それじゃあ準備できたらお願いしようかなと思います。用意どんで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、です。はい、それでは B チームの皆さんの発表です。用意スタート。皆様、こんにちは。本日は私たち B チームの発表をしたいと思います。B チームは Be Colorful, No Worries をテーマとしたニューノーマルなツアーを考えました。観光復興ガイドから見えてきている兆しとそれぞれの原体験をもとにチームで作成を進めてきました。短いプレゼンテーションですが楽しんでいただけると嬉しいです。このツアーの、あ、すみません。はい、どうぞ。このツアーのコンセプトはこのようになっております。コロナという見えない恐怖とともに過ごさなければいけない今だからこそ自分の色を取り戻していこうという思いが込められております。ツアー名に含まれるノーウォーリーズという言葉はオーストラリア人独特の OG スラングです。大丈夫、このままカラフルでいいんだよ
というおおらかな国ならではの思いも込めています。コロナをきっかけに人生観を見つめ直した人が多い今だからこそ、旅をする人自身に選択をしてもらえる機会を提供したいと思い、このような柔軟なツアーを組みました。このツアーパッケージのターゲット層は、年代、性別、職業などはあえて問いません。一人でも複数人でも楽しめるツアーになっています。この世界の変化の多い状況で、いろいろな新しい考えをそれぞれの人が持ち、自分の人生観を見つめ直した人が少なくないと考えるからです。一歩踏み出していいのかわからない、がらりと生活を変えていいのか不安、そのような気持ちを抑えながら参加してくれた方々と、新しいストーリーを作り出そうと思います。価格は以下のようになっております。はい、B チームが考えたツアーの仕掛けがこのようになっていてですね、詳しくは後から改めて説明しようと思うんですけども、この流れを軸に参加者のオーストラリアの、旅行意欲というものをスパイラル的に高めていくことが目的として狙いになっています。はい、その中の一つとして、ツアーの事前にオーストラリア政府観光局のホームページに載っている6色をモチーフにしたボックスがまず自宅に届きます。で、各ボックスには色のイメージに合った五感を使って体験できるグッズに加え、大迫力のオーストラリア 8D エスケープ動画などのバーチャル体験キットも含まれております。はい、このキットについて説明します。五感のうちの耳や目を使ってオーストラリアの各名所の魅力を存分に体験します。ここでの発見を記憶に留め、旅行準備までも楽しめるように参加者のオーストラリア欲を高めます。自宅に届く五感で体験できるキットに、手を使うグッズ、先住民アボリジニの人々のアートを体験できる小さなブーメランなどを配布して、アボリジニの文化やアボリジニアートに触れます。続いて食べる家具、ボックスの中にはオーストラリアのお菓子ティムタムやチョコレート、そしてメルポルーのコーヒー豆、オーストラリア産イソップのオーガニック製品が入っており、これを自宅で体験することができます。自宅に届くバーチャル動画の中にはミッションを添付して、実際にオーストラリアに到着してからの謎解きに挑戦することができます。現地で場所を探して写真を撮ったり、オーストラリア人に質問したり、いろんなミッションを込めたいと思っています。はい、現地での体験の行き先も、先ほどの色を大切にしているので、次の工程表にて、詳細を説明していこうと思っています。はい、こちらが工程表になっております。旅行者は貴重な時間を楽しんでもらうことを大切にしてもらい、発見の多いアクティブな体験を豊富に取り込んでおります。渡航前はこれまでお伝えしたように、オーストラリア欲を高める工夫の詰まった体験キットが自宅に届くので、そちらをまず体験していただき、1日目はゴールドコースト、2日目は土ボタル星鑑賞、3日目気球カヤック、4日目動物園、5日目サンセットからのディナー、6日目アボリジニ体験というものを通して、オーストラリア の全ての良さを体験していただくという工程になっております。続いて学び、旅の最中で環境保全に興味が湧く、このツアーではゴールドコーストについて注目し、自然保護活動の取り組みのお話、 SDGs の取り組みについても学ぶことによって、ただのツアーだけではなく学びの楽しめるツアーにもしたいと思っています。はい、このツアーでは発信も大事なツアープランの一つとなっています。ツアー前、ツアー中、ツアー後に SNS を使って発信したり、次のツアーで使えるクーポンなども配布したいと思っています。発信を続けた人ほど旅をお得に楽しめるような工夫を入れました。この発信のプランはそれぞれの5つのカラーによって変わります。青は海の広さと生き物たちに癒される、黒は息が詰まる日々から自分を解放できる、赤は一歩踏み出せない自分、オーストラリアの大自然の中で冒険する挑戦をすることができる、緑は自分も地球も健康に、オーストラリアならではのオーガニックな食事体験やコアラの抱っこ体験ができます。
そしてマゼンダは自分だけのローマを追い求める。そして白は物であふれた日常を一旦忘れ自然体の自分を見つめる。このようなパッケージツアーになっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこちらの協力で行っております。以上です。はい、ありがとうございました。すごいですね、もりもりでいいツアーでした。ありがとうございます。では審査員の方からのコメント質問などお願いします。挙手制でいきましょう。あ、じゃあ僕から、はい、なんかまずすごくコンセプトがしっかりしているのがすごいいいなというふうに思って、なんかこう体験のキットとか謎解きとかなんかいろんな細かい工夫とかもすごいたくさんあるんですけど、なんかそれがコンセプトにしっかりこう戻ってくるというか、そこからブレていない感じがすごい素晴らしいなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。確かにコンセプトね、大事ですよね。他の方とかどうでしょう。そうですね、オーストラリアっていうのは本当にノーワリーズの国なんですよね。いい表現だと思います。ありがとうございます。でバーチャル旅行キットっていうのは非常に面白いアイディアですよ。でその中のコンテンツ、ティムタム、チョコレートビスケット、ティムタム私も好みですから、ぜひそのキットをもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。で、なんかキットっていいですよね。こう事前にこう旅に行く前から旅に触れられるって、ね、意外とあるようでないような形だと思うんで、そこすごいいいなと僕も思いました。ありがとうございます。他の方どうでしょう。あ、すみません、私いいですか。はい、お願いします。すごいその五感キット、旅の前に届くっていうすごいいいアイデアだなと思ったんですけど、ごめんなさい、また工程をもう一度見たいんですけど、その、まあ、テーマを 色で分けてテーマを、っていうのも すごく分かりやすくてよかったなと思うんですが、それが、実際にどこで体験をできるのかなっていうのが、そこがちょっとふわっとしてたかなっていう。実際にそういった施設があって、そこに行くような内容になってるっていうことですかね。今回はカジュアルオーストラリアの都市の中から一番自然とあと五感を楽しめる都市っていうので、今回ブリスベンをこちらで選びまして、このツアーのプランがこのようになっていて、ただせっかくやっぱりバーチャルが使えるので、オーストラリアの他の都市はバーチャルのキットの方で体験して、次のツアー、このブリスベンのこのツアーを終えた後にまた次の都市に行きたいというふうに思える興味を作るっていうことを考えています。なるほど。バーチャルも含めて全部体験してもらうっていうような中身ってことですね。そうですね、はい、了解です、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。工程表もね、確かに大事ですね。はい、では B チームの発表でした。ありがとうございます。緊張したと思いますが、すごくいいプレゼンでした。はい。ありがとうございました。ね、こんな感じで進んできますが、なんかね、緊張しますね。はい、では今ね、C チームが入る準備をしておりますので、少々お待ちください。いや、伊佐さんもね、すごいいいツアーでしたね、今回のやつも。ね、なんかすごく良かったです、はい、というかこう今までにないというか、今の時代だからこそこうワクワクするような、すごく今回のテーマに沿ったものと、なんとなくこう色別だから女性がすごい旅に出る前からワクワクしそうなくすぐりポイントを押さえてますね。あ、なるほど。なんか色別だとちょっとこうイメージ湧きやすいというか、なんか女性の場合ワクワクするんですかね。でもなんかあれよね、 A チームも B チームもやっぱりブリスベンゴールドコーストあたり大人気ですね。ね、デレックサイドっては結構誇らしいですよね。ブリスベンゴールドコースト近辺はいろんな面白いところがあって、まあ1時間2時間ぐらいの距離で、いろいろあるんで、いいツアー
組むことができると思います。確かに。はい、ありがとうございます。それでは C チームの皆さん入ったようですね。はい、C チームの皆さん、こんにちは。はい、あ、こんにちは。あ、全然もう喋って大丈夫ですよ。はい。こんにちは。はい、準備は大丈夫ですか？もうずっと緊張してます。大丈夫、色一番に喋ってるからね。見たくない。バレましたね、はい。はい、ありがとうございます。それでは早速 C チームの発表を移りたいと思います。あ、スライドの準備、ありがとうございます。はい。ではね、C チームはどこをツアーするのか気になりますが、はい、それでは行こうかなと思います。はい、用意論でスタートしましょう。はい、行きます。用意、スタート。はい。一人食べたけど、あ、すみません、早速見ました。一人食べたけど、一人じゃない。サスティナブルなニューノーマルオーストラリアツアーをご提案いたします。はい、では次に行ってください。このようなアジェンダで進めさせていただきます。本当は20分ぐらい話したいところなんですが、割愛してどんどん進めさせていただきます。でまず早速ツアーターゲットについて、私たちの C チーム全員女性で、今回自分軸というキーをもとにチームメンバーに沿ったペルソナで考えております。で背景といたしましては、やはりこのコロナ禍での旅のいろんなキーワードを拾ってきています。で早速コンセプトなんですけれども、今回は3つの軸で考えております。まず、一人旅応援、そしてコミュニティ形成、そして環境への配慮です。具体的に言いますと、今回コロナ禍の中でニューノーマルな旅の兆しは、一人旅といったところに注目しました。あ、戻ってください。はい。で、コロナウイルスの流行の中、今まで旅に出たいという気持ちをぐっと我慢してきている方がたくさんいらっしゃると思います。また自粛期間中の中で人とのつながりを見つめ直すきっかけがあったのではないでしょうか。以前のような友達と一緒という気軽に誰かと出かける旅ではなく、一人旅といったものが今後注目されてくると思います。ただ、一人旅というのはどうしても不安を抱えている人が多いのではないかと私たちは考えました。そこで今回のオーストラリアツーリズムゼミを応用してオンラインコミュニティ形成といったものを考えています。何かというと、オーストラリアに興味のある一人旅の参加者が集まって事前交流を行ったり、それらを今回私たちのチームメンバーがサポートするといった形で入っていきたいなと考えております。でなおかつ、やはりオーストラリアというのはサスティナブルの先進国です。そういったところの中でアクティビティにそういった要素を盛り込んだサスティナブル×コミュニティ形成一人旅をご提案いたします。次行ってください。でプラン概要についてなんですけれども、今回はなんと欲張り5泊7日でそれぞれ選べる3エリアプラスケアンズの集合旅を考えています。次に行ってください。で具体的な行程に関してはシドニー、ブリスベン、ゴールドコースト、メルボールン、その3都市について後ほど説明させていただきます。好きなエリアを選んで最終的にケアンズを体験いたします。次どうぞ。で価格としては選べる価格帯、バックパッカーよりの25万、そしてちょっとラグジュアリーにホテル旅が好きな方の30万円の2パターンです。で、概要の中に含ませていただきましたが、事前の交流、そして現地での皆さん集まった一人旅のオリエンテーション、そして事後に、交流を共有する思い出の共有といった場を考えております。で、さらに今回5つの特典をつけたいと考えています。具体的には旅の動画を後ほど皆さんに共有いたします。そして、紙ではなくオンラインのおすすめを集めた Google のマイマップ。さらには現地のカフェなどで使えるキープカップ。そして、なんとツアーに使える200ドルのバーチャーと Wi-Fi をつけます。具体的な内容をこれからシドニーから順に奈々さんお願いいたします。はい、こんにちは。シドニーを担当しますナナとリカです。では早速シドニーのプランを発表いたします。毎年シドニーのおしゃれな街並みを歩いてみたい。街も自然も両方楽しみたい。有名観光スポットを自分の目で見てみたい。そんなあなたにぴったりなのがシドニープランです。サスティナブルの取り組みとしてマンディービーチからパームビーチのハーフデイツアーやスキンケアコスメを作るワークショップが組み込まれています。その他、
オプショナルツアーとして街歩きやマーケット、ブルーマウンテンズのツアーもご用意いたしました。日程表は次のような流れです。シドニーに到着する2日目はオリエンテーション後にオプショナルツアーの街歩きがあります。そして3日目はオプショナルツアーが満載で、4日目に全員でサスティナブルな要素のツアーに参加する予定です。5日目はシドニーのシティ内にある大きな公園でピクニックを楽しみ、午後にケアンズへと旅立ちます。以上でシドニーのプランの発表を終わります。では次の町、ゴールドコーストブリスベンのプランを聞いてみましょう。トッキーちゃんお願いします。はい、ゴールドコーストブリスベン担当のトッキーです。ユイも担当しております。私たちがご紹介するのはゴールドコーストとブリスベンのツアーになります。次お願いします。海をこよなく愛してるだったり、まあ、美容と健康も興味あるな、まあ、でも自然ばっかりじゃなくて街も行きたいなっていう人こそこのゴールドコーストブリスベンに来てほしいと思っています。それについてちょっと私だけで10分話せるんですが頑張って簡潔にまとめます。内容としては、オーガニックのスパであったりとか、まあ、朝に、ビーチでヨガをやったりですとか、まあ、コアラ抱っこしに行ったりとかいろいろアクティビティは満載です。でプランとしてはこのようになっています。まあ、午前中にゴールドコート到着してから、まあ、カフェに皆さんで寄って、まあ、アクティビティとして、まあ、オリエンテーションを行います。まあ、その後は各自の方がこうプランを選んでいただいて、まあ、オプショナルツアー参加してもいいしフリーとしてもう自分が行きたいところに行ってもいいっていう風な、まあ、一人旅要素が組み込まれております。まあ、他の私も同じですね。では3日目は結構盛りだくさんなんですけどバイロンベイ好きいますよね。まあ、バイロンベイ好きな人はこういうオプショナルツアー行って楽しんできてください。第4日目5日目というところは4日目がサステナブル満載ですね。森に行ったりですとかマントコアラのサンクシュアリ行ったりとかしまして、まあ、サステナブル要素をひしひしと感じていただきます。で5日目は、モーニングウォークしてからキャンズに一緒に行きましょう。ホテルなんですけども、まあ、今回もしホテルを選んだ方はスピアースバルフォアホテルっていう風なところのホテルに宿泊します。ここは、2030年までにゴミを絶対出さないという風な目標を掲げているすごいサステナブルなホテルになっているので、もし自然環境に対して興味がある方はここのホテルでぜひ環境への意識を高めていきましょう。よし、これで私たちのパートは以上になります。ではメルボルンのミシェルさんとユッコさんお願いします。はい、メルボルン実際に住んでいたユッコが担当したいと思います。次お願いします。ツアーターゲットはやっぱりこうマリンアクティビティよりシティ派でカルチャーやアートが好きな人で、そしてワインはもちろん、あとカフェは文化として根付いているのでそういうものに、好きな人が行きます。おすすめします。はい、お願いします。アクティビティはそうですね、次の工程表から詳しく説明していきたいと思います。と1日目は着いた次の日なんですけど、空港からそのままシティに向かい、そこからオプショナルツアーで CBD、センター、シティセンターのいいところ取りツアーというものを開催したいと思っています。で、夜はクラウンというカジノの施設があるので、そこでいろいろ楽しんでみてもいいのかなと思っています。次にします。で、3日目は、ここにサステナブル要素が盛り込まれてくるんですけれど、ビーワックスラップって言って、蜜蝋からできたラップで、なるべくこう帰国後にも、ビニールの方のラップを使わないような何か持ち帰るものとしてという提案でワークショップを選べるようになっております。で、やっぱりカフェの文化が根強いのでバリスタ体験コースも用意して、この好みによって選んでもらうっていうもの形で考えてます。その午後になるとフィッツロイっていうローカルのエリアがあるんですけど、結構暴風でヒッピーな感じの方たちが多くて、本当にローカルのアートと、あとオーガニックカフェがたくさんあるので、それをなかなかツアーガイドブックに載ってないような場所も行けるような形で取り組みたいと思っています。で、4日目がサステナブル要素としてメルボルン動物園。こちらも結構サステナブルな取り組みを行っている動物園で、なるべくゴミを出さないとか、取り組みが多いので、そこでサステナブルガイドをと交渉してつけていけたらいいなと思っています。その後は、オプショナルで
選ばれの日の出を選ぶ人もいるだろうし、あとワイナリーツアー希望する方は選べるような形で、結構バリエーション豊かに過ごせるような提案をしたいと思っています。5日目は、これスカイファームといって、2020年もうすぐ完成予定の新しい施設なんですけど、駐車場の一番上の屋上を改装して、こうファーム体験ができるようなものが CBD にできるらしいので、そこに絶対いち早くツアーに取り入れて行ってみたいなと思い、ここに書き込んでみました。はい、そんな感じです。ホテルなんですけど、ブリスベンゴールドコーストと同じようにエコな取り組みをしているアルトホテルというものがありまして、こちらにホテルを選択した人は泊まっていただいて、ユースホステルとしては、YHA とてもシティセンターにあって、アクセス抜群のところを提案したいと思ってます。でオプションで食事はオーガニックヴィーガン系のレストランがたくさんあるので、そこへ、皆さんで行ければなと思ってます。はい、じゃあここからは、ゆいが、ケアンズについてお話したいと思います。3つの旅の終着点であり、それぞれの旅の思い出を共有する場所がここケアンズです。オーストラリアを象徴する美しい海を眺めながら、自然に触れたり、バーベキューで、文字通りですね、同じ釜の飯をみんなで食べたりとかっていうことで、思い出をねシェアしていただいて、新しいな一人旅の仲間を作っていただくという形になっております。でこの出会いはきっと、次の旅への原動力になって、まだ知らないその他の人から聞いたオーストラリアを求めて必ずオーストラリアに戻ってくるのではないかなというふうに私たちは期待しています。はい、で行程表は以下の通りです。サント市からフライトが到着した後は、とりあえず自由行動にはなるんですけれども、夜は私たちの方で提案するオプショナルツアーでディナーだったりナイトマーケットに行ったりします。で次ですね、6日目なんですけれども、ここはみんな全員で行きます。で HIS さんがすでにもうツアーを行われているフランクランドアイランドというところに、行って、みんなで、この海を見たりですとか、この離島に上陸して、シュノーケリングがしたい人はシュノーケリングをしたり、でそこでランチを食べたりということで、1日皆さんで一緒の体験をしていただきます。で夜は、ケアンズに戻ってきてバーベキューを、みんなで食べます。これも、みんなで同じご飯を食べるということが一つの体験になるのではないかなと思っています。で最終日なんですけれども、ここはもうそれぞれ、ホテルとか YHA に、バスでお迎えに上がって、ケアンズに、からもう成田に帰るというような形です。はい、で、こんな形でホテルが、このホテルと、YHA の、バッパーに泊まります。で晩ご飯が、水族館の隣で水槽を眺めながら晩ご飯が食べることができる場所をこちらの方からは提案させていただきたいと思います。はい、以上で私たちの、旅が終わりました。はい、では最後にメッセージの方お願いします。はい、代表して私から失礼します。最後に、結構今回コロナをきっかけにこれまで価値観の見直しをしたいだとか、人とのつながりの温かさを改めて感じた方が多いのかなと思ってます。これまで話した通り、オーストラリアは多様な魅力の詰まった国で、日本にはない視点から自分を見つめ直せる最高の場所だなと思います。一人で参加したからこそ、同じような思いを抱いた同世代と出会えて、同じように旅をしてお互いの考えを共有することで、これからの人生と新しい視点を生み出すきっかけになるはずです。私たちのプランはただ行って終わりじゃなくて、こうやってこう帰った後もつながっていられる仲間だとか、新しい価値観ときちんと何か残せるような旅だと確信しています。はい、渡航が解禁されたらぜひ私たちと一緒にオーストラリアを楽しみに行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。素敵な発表でした。もりもりでしたね。はい、ありがとうございます。じゃ皆さん、審査員の皆さん、コメントありましたらお願いします。あ、画面共有ありがとうございます。はい、どなたからでも大丈夫です。コミュニティ形成はすごくいいと思いますよ。で、一人旅の、ような
旅行ですから、コミュニティ形成が非常にいいと思います。で、シドニーなんですけど、皆さんに勧めることができるんですけれども、ニュータウンが非常に面白くて、半日ぐらいのウォーキングツアーというか、非常に楽しいです。シドニーのうちの近くにありますので、よくしてます。カフェがたくさんあって、映画館とかブックショップ、あと洋服の店いっぱい並んでまして、で非常に面白いところです。であとですね、メルボルンのバリスタ体験っていうのはいいと思います。メルボルンのカフェがもう世界で有名ですよ。で、コーヒーが美味しくてね、実際にそういう美味しいコーヒーどうやって作れるのかね、バリスタ体験がいいじゃないかなと思います。ありがとうござ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 います。ね、すごい住んでる場所から近いなんか想像できていいですよね。はいはい、ありがとうございます。で、ちょっともう一方からコメントもらって終わろうかなと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。あ、じゃあ僕から、はい、よかったなと思ったのが、なんかこういう僕らも企画をするときに、なんかシンプルに自分をターゲットにするっていうのはすごい良いんですよね。やっぱり今日のさっきの皆さんのプレゼン聞いてると、すごくこう好きっていう感情が前面に出てきちゃいすぎてるぐらい熱を持ってやると、やっぱり企画ってこうターゲットのユーザーに伝わるものなので、なんかそれがすごい良かったなっていうふうに思ったのと、あとはそのツアーのスタイル自体もすごい新しい提案で、最後に集合するっていうところも面白いなというふうに思ったので、なんかそういう新しい出会いがあったのもすごい良かったのかなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では C チームの発表でした。面白い企画ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは ABC D チームですね。もう折り返しですね。早いですね。なんかはい、じゃあちょっと今のまだねコメントもしありましたらぜひお願いします。伊佐さんとか吉崎さんとかいかがですかね。そうですね。じゃあ私から。はい。ありがとうございます。なんかこうモリモリでしたね。すごいですね。いや素晴らしい。でもなんか先ほどゴールドコースト、ブリスベンとか拠点が多かったんですが、まあ、シドニーだとかあとメルボルン、やっぱりデレックさんおっしゃってたようにすごくまた文化だとか魅力が変わるエリアだと思うので、なんかそこでメルボルンらしさみたいなものも選べるツアーはすごくいいなと思いました。うん、確かに確かに。メルボルンもね、 初登場ですかね今回のでね。登場です。ちょっとゴールドコーストブリズベン周りでしたんで、うんうん、確かにちょっとこれからもね他の都市が入ってるとなおさら楽しみですね。はい、あ、 D チームがね入ってきましたね。はい、接続中かな。お、D チームもしかして、あれ？なんかあれ？あれどうした？どうした？どうした？D チームどうした？D チームどうした？すごい。これは気合入ってる。D チームの皆さん、こんにちは。こんにちは。D チーム気合入ってますね。モリモリです。入ってます。モリモリですね。どうなんですか？なんか今これウェビナーチラッと入ってきた人すごいなんかビビりそうですね。何やってあれ入るとこ間違えたかなみたいな。はい、ではそんな D チームですが準備はよろしいでしょうか。バッチリです。バッチリ、はい、ありがとうございます。じゃあ用意どんでスタートしますんでよろしくお願いします。はい、はい、それでは D チームのプレゼンです。用意スタート。はい、それでは D チームの発表を始めます。タイトルは新しい自分を見つける6日間の旅、オーストラリアの大自然と人との交流を通してにしました。次に、プラン概要についてです。壮大な自然と心温かい人々が暮らすオーストラリア、そんなオーストラリアの大自然と人々に触れながら、今回はゴールドコースト、バイロンベイ、ブリスベンをキャンピングカーで楽しむニューノーマルなショートトリップへご案内いたします。これまで知れなかった新しい自分、オーストラリアの魅力に出会う旅になること間違いなしです。続きましてルートのご案内です。旅の出発地点はゴールドコーストで、そこからバイロンベイ、
ブリスベンを巡るプランとなっています。次に D チームが定めたターゲットと旅に込めた思いについてです。今回僕たちは大学生をターゲットにしました。その中でも、この先の生き方を考えたいという大学生、一人旅には興味あるけどなかなか踏み出せない大学生に焦点を当てています。非日常である旅を通すことによってこの先自分はどのように生きたいのか、何をやりたいかなどのヒントを提供したいと考えています。工程表はご覧の通りになります。詳細は後ほど各地のポップでワンダフルな現地スタッフが説明いたしています。価格は、大学生でも参加しやすいように10万円から15万円に設定しています。はい、それではいよいよ旅の始まりです。皆さん準備はいいですか？はい。まずはゴールドコーストにいるイズミンと中継がつながっていますので、イズミンお願いします。はい、皆さんゴールドコーストへようこそ。機内ではぐっすり眠れましたか？宿泊するゲストハウスに荷物を置いて早速観光を始めていきましょう。今日のテーマはオーストラリアの大自然です。オーストラリアならではのダイナミックな大自然が待っています。カランビンワイルドライフ自然保護区と、夜はスプリングブルック国立公園で土ぼたるの鑑賞をします。カランビンワイルドライフ自然保護区では、オージーアニマルとの触れ合いだけではなく、怪我をした野生動物の保護をしている施設であり、ただの動物園ではないんです。では明日はバイロンベイへ移動です。バイロンベイのサキさん、アオイさん、お願いします。はい、はい、3日目の朝です。今回の旅はノーマルということで、公共機関を使わずにキャンピングカーでバイロンベイへと向かいます。ここから最終日まではキャンピングカーで生活していただくので、一緒にバンライフを楽しんでいきましょう。一旦居眠りしてビーチ沿いの絶景を見逃さないようにしてくださいね。今日のお昼はみんなで美味しいバン料理を食べに行きます。オーガニックの聖地とも言われているバイロンベイは、ビーガンやベジタリアンの文化が深く浸透しているんですよ。お昼の後は皆様お待ちかね自由行動です。カフェで美味しいコーヒーを飲んだり、ゆっくりストリートミュージックを聴いたり、自由に楽しんできてくださいね。明日もイベント盛りだくさんなので楽しんでいきましょう。はい、では4日目の葵さん、お願いします。はい、旅4日目が始まりました。朝はデジタルデトックスをテーマに、ヨガもしくはサーフィンもしくはビーチクリーンに参加していただけます。携帯や SNS から離れて自然を感じてくださいね。デジタルデトックスでリフレッシュした後はマーケットに参加します。今回は現地の方の協力を得てマーケットのお手伝いをさせていただきます。マーケットで楽しんだ後は満天の星空の下キャンプファイヤーをして、旅の仲間や現地の方との交流を楽しみます。またここでは10年後の自分に向けた手紙を書いていただきます。今皆さんが感じている気持ちを忘れないようにしっかりと手紙に焼き付けてください。バイロンベイでの2日間は満喫できましたでしょうか？明日はキャンピングカーでブリスベンまで一気に旅をします。ブリスベンにいるカリンさん、お願いします。はい、昨日キャンプファイヤーはどうだったでしょうか？とうとう最終日、ブリスベンに到着しました。ここブリスベンでは、クイーンズランド大学の生徒さんたちと交流していただきます。クイーンズランド大学には日本語学科も創設されており、日本に興味を持っている現地の大学生が多く在籍しています。そんな学生さんたちとの交流は、様々な刺激を得られること間違いなしです。午後からは1日目に行ったゴールドコーストへ移動します。ゴールドコーストにいるイズミンさん。はい、皆さんゴールドコーストにお帰りなさい。1日目に見ていた景色とは少し変わって見えるのではないでしょうか。バイロンベイのマーケットで得た収益はここカランビン動物園に寄付します。はい、楽しい時間はあっという間に終わり、とうとう日本に帰国です。5日間のオーストラリア旅どうだったでしょうか？楽しかったこと間違いなしですね。ここから私たちが企画したツアーの魅力をおさらいしたいと思います。私たちチームメンバーは今まで旅で人たちとの交流や自然との触れ合いによって新しい自分を発見することができました。そこで今回のツアーでは、大自然、一人旅、応援の3つをキーワードに、オーストラリアの大自然に触れていただき、そしてマーケットでのお手伝いや現地の大学生との交流、このツアーで出会った人々との交流を通して新しい自分を発見するきっかけとなるようなツアーを提供させていただきたいと思います。この旅でのニューノーマルのポイントは、まさに
キャンピングカー×一人旅という新しい旅のスタイルです。キャンピングカーを使うことにより公共交通機関の利用をなくし感染予防に努めます。さらに自分を見つめ直したい、そのために一人旅行ってみたいけど一人旅はハードルが高い、そう思ってる学生さんたちを集めることにより一人旅の良さを失わずに一人旅の一歩を踏み出してもらうきっかけになるようなツアーになっています。ツアーの特典としてはこのツアーを通してでしか出会えなかった人たちとのつながりを得ることができることです。そして醍醐味といえばやっぱり手紙。このツアー中に10年後の手紙へ書いた手紙が10年後忘れた頃にあなたの元へ届きます。当時の記憶を遡り、この手紙が再びオーストラリアに行くきっかけを与えてくれることを願っています。これで D チームの発表終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやね、最初はすごいなんかこの雰囲気ですごいなと思いつつね、聞いたらすごくいいプレゼンでした。ありがとうございます。では審査員の方からコメントいただきたいなと思います。はい、どなたかトップバッターお願いします。全員圧倒されちゃってるじゃないですか、ね、圧倒されてるねおーって感じでしたね。いやで私からすごかったですね、はい、内容もあれですけどなんかこうワクワクしますね。ね、ワクワクしますね。なんかすごいねプレゼンのスタイルが良かったですね。でこれ1個だけ質問なんですが、これキャンピングカー×一人旅でキャンピングカーは誰が運転するんですかね。あ、それは現地の方に運転していただいて、その料金の中に運転手さんのホテル代とかも一緒に含めてて、そこで現地の方との交流も入れていこうと。一人で行って一人で運転するターンもあるのかと思いましたなんかその一人旅っていうのもなんか友達と一緒に参加するんじゃなくて、それぞれが一人一人で参加することで他のツアーの参加者ともしっかりと交流できるっていう意味も含めた一人旅で一人旅って入れたので、一人で運転するみたいなのはちょっとないですいいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。吉武さん、今工程表を出していただいてますけど、はい、ありがとうございます。じゃないかっていう、これはあれですかね予測ですかね。これ自分で運転するんじゃないんですね。あ、そうです。運転手さんはちょっとやっぱり自分で運転すると安全性とかも、初対面の人が運転するキャンピングカーに乗るのは怖いかなって。ターゲットも大学生なので、はちゃんとした方を。なるほど、はい、10万円から15万円ぐらいですよね、予算が。そうです。それでキャンピングカーって運転手さんと一人ってことですか、自分だけってことですかね。運転手さんとツアーの参加者のメンバー6人です。あ、1人かける 6人ってことですか。です。あ、なるほど、なるほどですね。了解です、ありがとうございます。これちなみにバイロンベイって結構近いじゃないですか。そう、ゴールドコーストからですか。ゴールドコーストから、はい、そうですね、1時間遠いとかです。そうですね、1時間ぐらいで、1時間ぐらいだとどうなんだろう、なんかキャンピングカー満喫できるのかなっていうちょっと心配があったんですけど、なんか遠回りしたりとかっていうこと。バイロンからブリスベンまでも2時間弱キャンピングカーに乗るのと、基本のバイロンの中でもちょっと遠いとこ行くときとかキャンピングカー移動とかもするんで。あ、なるほど、はい、十分楽しめます。了解です、ありがとうございます。10年後の自分の絵の手紙っていうのは面白いですよね。ありがとうございます。面白いですよね。どういうふうに見られるのかな、10年後の私っていうのは。あ、もう一度その同じ旅行に行きたいなっていう、うん、気持ちでしょうね、多分。うん、なんか旅がそこで終わらないのもいいですよね、今後の旅に続いていく、ね、未来のために、ええ、はい、はい、ではありがとうございました。 D チームの発表でした、ありがとうございます。ありがとう、タイムラス取っちゃったんですねはい、ありがとうございました。で、はい、では次は E チームの発表になりますので少々お待ちください。
はい、いや、しみおさんすごいなんかね、独特のプレゼント、あとは企画もね、すごい面白かったですが、いかがでしたでしょうか。あ、そうですね、なんか一人旅なんだけど実は一人じゃないみたいなのはすごいいいなと思っていて、僕も世界一周を一人旅でしたんですけど、やっぱりなんだろう、意外と一人旅とかしていても現地での出会いとかで、なんか一人でいる時間って実はそんなに多くなかったりもするし、やっぱご飯はできればなんか友達と食べたいよねとか、なんか誰か一緒にいた方がいいよねとか、なんかそういうのはあると思うんで、なんかそこがうまくなんかその設計されてたのと、あとはなんか一人旅したいけど点々点みたいな、ちょっと不安でみたいな人には、確かに、うん、すごい大学生とかいいかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。確かになんか一人旅してても旅の思い出振り返ると、なんか常にこう誰かがいた記憶というかね、思い出がやっぱ頭に浮かんでくると思うんで、なんかそういう意味では一人だけど一人じゃない旅みたいなね、面白いなと思いました。はい、ありがとうございます。では次はちょっとね、人数は少ないらしいですが、 E チームの発表に移りたいと思います。 E チームの皆さん元気ですか。はい、はい、お願いします。あ、こんばんはじゃないですね、こんにちは。時差があるのかな。いや、大丈夫です。大丈夫です。どこにいるんだろう。時差がありそう。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ E チームの方、準備バッチリですかね。はい、お願いします。お願いします。では、用意、どんでいきましょう。いきます。用意、スタート。はい、お願いします。チーム E の、E チームの発表をさせていただきます。あ、次のスライド、お願いします。E チームは全部で4人いるんですけど、ちょっと今日は個人の都合の関係で、私と朝さんで、2パートで分かれて紹介します。で、私の方でツアー概要を説明して、朝さんの方で実際の5日間の行程というところを説明していただきます。で、私たちのツアーコンセプトというのが、あ、ツアーコンセプトというのがですね、世界に一つだけのマガジン作りというタイトルでツアーの方を考えました。で、私たちの共通の経験っていうところからこのツアーコンセプトを考えました。で、まあ、いろいろこう自分たちがオーストラリアでどんな経験をしたかっていうのをしていたんですけど、やっぱり全員バラバラ でそれぞれ思いがあって、うん、どうしようかってなった時に、でもこういうこのオーストラリアツーリズムのゼミへの参加ってみんな共通 で今すごいこうみんなでアウトプットしてることで毎日こう学びがあったりとか、まあ、みんなで全然知らない人たちと一丸となって新しいものを作るっていう体験が私たちにとって、まあ、特にこのコロナ禍でこういうことができているのがすごい貴重だなっていうのにが私たちのこう経験として価値があるなっていうふうに気づきまして、じゃあもうこのツーリズムゼミで、まあ、学んできたものだったりとか、こうこの講義を受けてオンラインを通してっていうところで一つ何かものを作るっていう、このツーリズムゼミ自体をちょっとツアーに反映しようっていう形で、結果としてこうトラベルマガジン、トラベルマガジンっていうのを作れるっていうのをコンセプトにしました。で、まあ、その中で、まあ、ちょっとマガジンを作るっていうだけだと大体的だったので、じゃどういうものがどういうツアーを構成していくかっていうところで、私たちが共通で興味がある分野っていうのがオーストラリアでの、まあ、エコーツーリズムだったりとか、環境問題に対する意識っていうのがすごい高かったので、まあ、このマガジントラベルを作るツアーを通して、まあ、大自然で学ぶエコライフで、まあ、生活スタイルだったりとか、オーストラリアの資源、大自然、現地でこう学んだことを一冊のトラベルマガジンにまとめるっていうコンセプトになっています。で、まあ、ターゲットとしてはこう雑誌だったりとかマガジン作りっていうところにすごい興味がある若者だ、学生だったりとかっていう人たちが、まあ、この旅を通してその将来に何かつなげられたりっていうところがあればいいなっていうところ、あとまあ自己投資だったりとか学びの意識っていうところをこのツアーを通してアウトプットしながら意識を変えていくっていうのもターゲットの一つになっています。ね、はい、でツアー、あ、
ツアーの前では、今回のツーリズムゼミと一緒で、まあ、マガジンの作り方だったり写真の映える撮り方、あと実際に現地の人にインタビューをしてライティングをするだったりとか、あとはまあ環境問題についての事前学習っていうのをオンラインでして、まあ、その内容を踏まえてチームビルディングっていう形でどういうマガジンを作っていくか、あとはまあ旅行前から学びを通してそのチーム一丸となるっていうことを、まあ、全然知らない人同士でも旅行前から仲良くなっていくっていうような事前準備をしていきます。で実際の実際のツアーなんですけども、各コンテンツごとに、まあ、工程を組むっていう形で、体験を通して例えばこう現地の人にインタビューをするページを作ったり、で自然を通してじゃあどういう写真の撮り方が映えるのかっていうのを、まあ、写真の撮り方を学ぶコンテンツで、食事だったりとかもこう食事のレポートだったりとか、どういうふうにこう食事をきれいに写真を撮れるかっていうようなことを食事のコンテンツで学んだりとか、あとは環境問題に関しましては SDGs だったり、あとこう自然のプロダクト、オーガニックのプロダクトとかどういうものを使ってるのかっていうのを、ゼミで学んだものを通して実際に現地で触ってみるとか体験してみるっていう、まあ、各コンテンツごとにページを作るっていうようなイメージです。で旅行帰ってきて帰国後に完成したトラベルマガジンが届いて、まあ、こうそれをこう SNS にアップしたりだとか、まあ、一つ面白いなと思ったのが、まあ、その旅行会社自体で最終的にこう1年間でコンテストっていう形にして1位になったものは出版できるだったりとか、そういうのがあったら面白いかなと考えています。次から工程に入ります。はい、私が説明していきます。まずは1日目、ゼミの参加者でも多かったこう憧れの街バイロンを目指して出発します。宿はこちらの写真にあるようにバイロンスプリングスというプール付きのゲストハウスを用意しました。キッチンもついているのでこう暮らすように旅をすることができるぴったりな場所だと考えています。イメージ的にはテラスハウスみたいなイメージです。で2日目、まず今日のテーマはビーガン料理を学ぼうということで、こうバイロンベイの朝市にやっているファーマーズマーケットで新鮮なお野菜をゲットして、こうバイロンベイならではのこうヘルシーな料理の作り方というのを学んでいきます。事前のオンライン授業ではこうビーガンってなんだろうって言ったところを学んで、こう実際に現地で実践していくというのが2日目のプランになっています。この時もこう現地の先生付きでこうちょっと英語で学びながら英会話にも触れながらみんなで料理を作っていきたいと思います。3日目はこう自然で遊ぼうということで、私たちがなんで地球に優しい生活をしていかなきゃいけないのかということを改めて考えるためにも、こうバイロンベイから、なるべく、近くバイロンベイから近いところにあるこうミニオンフォールだったりとかスプリングブルックの国立公園に行って、こう実際に体を動かしながら大自然を体験していきます。4日目、こうカフェ文化を知ろうということで、こうバイロンベイにはたくさん可愛いカフェも多いんですけど、こうやっぱりこうエコであったりとかオーガニック製品を使ったカフェがとても多くあります。私自身も行ってバイロンベイのカフェのメニューの一行、メニューの最初のページにどういった思いでこのカフェが作られたかっていうのが書いてあったのをとても感動した思い出があったので、こうか、なんでしょう、カフェができた経緯なども一緒にいることで、こう私たちができる、身近にできることを知っていきます。またマイカップを持参すると割引があるというのもオーストラリアあるあるなのではないかなと思うので、そんな土地でこう自分のオリジナルカップを作ることで、こう日本に帰ってきた時に愛着が湧いたカップを持参して、こう紙とかプラスチックを減らしていく生活にこう徐々に馴染んでいこうということを考えます。で5日目が最終日になるんですけど、私のお気に入りグッズを探そうといったことで、こうマーケットでみんなで自由行動をしながら自分のとっておきの一品を探しに行って、それを最後マガジンで、みんなで集めたものを書きたいと思います。ちょっと最後の方めちゃめちゃ駆け足になってしまったんですけど、バイロンベイの一つの街をいろいろな角度から見て楽しんでいこうというのが私たちの旅のプランになっています。で、キューノーマルのポイントとしては、ここに丸をつけたところが挙げられています。やはり大自然の中でも、エコに興味があるといった趣味旅で、こう共通の趣味を持った人と、仲良くなることができるといったことや、こうゲストハウスを貸し切りするといった貸し切り旅など、ニューノーマルなポイントがたくさん詰まったツアーになっています。
気になる値段は、23万円くらいで考えています。料金により変動はありますが、23万から25万を私たちは想定してプラン作りをしました。以上で私たちの発表を終わります。いかがでしたでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、2人で頑張って発表してくれました。ありがとうございます。つぐさんもお疲れ様です。はい、それでは審査員の方からコメントいただきたいなと思います。では挙手制でお願いします。はい、じゃあ僕から、はい、なんかまあ、このチームもそうですし、結構過去のプレゼンのチームもそうだったんですけど、こう新しいこう付加価値をどこでつけるかみたいなのを結構考えてるのがすごい良いなというふうに思っていてですね、結構旅行商品をパッケージ化した時にやっぱりどうしてもなんか値段が安いとか、まあ、あと宿ご飯宿泊みたいななんかシンプルなところで価値をつけようっていうのがメインになっちゃうケースが多いんですけど、まあ、やっぱりこれからの時代ってそういうところじゃなく、まあ、今回で言うとそのなんだろう、こうチーム一体となって、まあ、なんかその一つのものを新しく生み出すみたいなプロセスに価値をつけたりとかっていうのを考えてるっていうのがなんかすごい素晴らしいなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ね、本当になんかただ行くだけで終わらなくて、こういうマガジンで、ね、作ることによってインプットもそうだしアウトプットもしっかり、ね、できるのがすごいいいなと思いました。はい、ありがとうございます。他の方いかがでしょう。マガジン作りは非常にね面白いと思います。で、うん、素晴らしい記録になりますし、まあ、実際にその、まあ、コンテンツを選ぶっていうのは楽しいしね、ここがいい写真になりますから、まあ、入れましょうとか、あと執筆もね、まあ、いいと思いますし、すごくいい記録になりますね。なりますね。ね、本当にいい記録になりますよね、これ。旅に行ってね、ただ終わらない、こう手元に残るっていうのもね、またいいですよね。はい、ありがとうございます。ではちょっと、伊佐さんか吉武さんか、どちらかだけ今の時間でね、お伺いしようかなと思いますが。はい、吉武さん、お願いします。あ、いいですか。はい、これ、雑誌作りって、旅の前に学んで、旅行中は、まあ、要は取材みたいな感じってことですよね。はい、そうです。レイアウトとかは、行く前にみんなで話し合って、ある程度の形作りをしといて、まあ、現地で写真だったりとか文章の細かい部分を一緒に決めながら最終日までに作っていくという感じですね。旅行中に編集をするっていう感じですか。はい、旅行中の一緒の宿の時間で結構自由な時間を多く作ったので、その時間で一緒に話し合いながら作っていくイメージです。なるほど。日本に戻ってきたら、まあ、旅行に帰ってきてしばらくした後に、出版というか、まあ、製本されてそれが送られてくるみたいな感じってことですね。はい、はい、そうです。了解です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、E チームの発表でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いいプレゼンでした。ありがとうございました。もうね、折り返しじゃないや、もう次が最後のプレゼンターになります。早いですね。あっという間。今ね、F チームが入りますので、皆さん少々お待ちください。いや、伊佐さん、どうでしたか？マガジンね、伊佐さんも編集やってるんで。いや、もう、申し込もうかなと思いました、ね。一緒のクルーに。でもなんか、皆さんおっしゃってましたけど、アウトプットありきで、あそこまでしっかりこう、形にしようっていうのは珍しいのと、なんかこのオーストラリアのゼミを受けてきたか、みんなだからこそ、なんか考えられたことですごく素敵だなと思いました。うん、確かに確かに。なんかマガジンとかはね、例えば僕らみたいな会社がやってるメディアとか、まあ、出版社とか、うん、なんかそういうところと連携しながらやれると結構面白いなと思いましたね。うんうん。ね、なんかその後も続いていきそうだし、なんかこうこれからきっとみんな家にいる時間も長いから旅するならそういうふうにこう行った先と向き合いたいっていう人も増えるだろうから、すごく合っているなと思いました。うん。はい、ありがとうございます。では F チームが全員入ったようなので最後のプレゼンですね。 F チームの皆さん、こんにちは。ではこんにちは。はい、お疲れ様です。緊張してますか？最後のね、これ、じらされて
はい、あ、かわいいサイズですね。ありがとうございます。では、準備ができたら行きたいなと思います。最後のプレゼンですね。はい。では、準備大丈夫そうでしょうか。はい、はい、大丈夫です。用意どんでいきますね。はい、それではお願いします。用意スタート。はい、それではラスト F チームの発表をさせていただきます。私たちからは、2人のこれからを想像する旅 in サンシャインコーストというテーマで今回のツアーをご提案いたします。はい、スライドありがとうございます。まず最初に旅のターゲットとコンセプトについてです。旅のターゲットについては、まさにまあ20代後半から30代の恋人や夫婦を対象にしています。例えばこんな人におすすめというところで、コロナでせっかくの新婚旅行が仕切り直しになってしまったカップルだったりとか、働き出して数年そろそろ結婚しようかなっていう考えている社会人カップルだったりとか、あとはすでに結婚していて数年経っているけれども、まあ、子供をそろそろ作ろうかなと考えるまでにもう一度お互いを見つめ直したい夫婦だったりとか、そしてまあ旅が好きで他の人とはちょっと旅、ちょっと違う旅がしたいとか、こういう方々に、おすすめのツアーになっています。はい、2人のこれからを想像する旅というテーマにですね決めた理由もしっかりと、ございます。皆さん今回のコロナを機に、これまでの人生とか仕事とか健康への価値観っていうのが少なからず、変化したんじゃないでしょうか。これからどんな人生を、歩んでいきたいのか、どんな2人の関係性を築いていきたいのか、普段は照れくさくてなかなか語り合えないような、そんなこう価値観を今回の旅をきっかけに大切な人とぜひ共有、想像してみてほしいと。普段の忙しさから少し離れて、2人でゆっくりと向き合うきっかけっていうのを提供したいと、そういう思いで今回のテーマに設定いたしました。はい、そんなですね、2人のこれからの旅を2人のこれからを想像する旅の舞台はオーストラリアのクイーンズランド州にあるサンシャインコーストというところになります。日本では、まだまだ知名度が低いと思うんですけれども、オージーも憧れる穴場としてブリスベンから約車で1時間半ほど、ザ・ローカルなサンシャインコーストで、まあ、広大なビーチだったりとかオーガニックな食事、ゆったりとした時間とか、コロナの密を避けた大自然の中で、オーストラリアのライフスタイルそのものを体感して溶け込んでみませんかということで、2人でゆっくり向き合ってこれからを想像するのにぴったりのエリアになっています。はい、次お願いします。はい、それでは、このこれからを想像する旅の、概要に入ります。概要は、まず場所なんですけれども、オーストラリアのサンシャインコーストで羽田発ブリスベン着の飛行機で行きます。で、送迎付きで、車で約、ブリスベンから2時間でサンシャインコーストに向かいます。で、宿泊が4泊6日間のグランピング泊になります。で、価格が、まあ、時期やオプションにより変動はいたしますが19万8000円からで考えております。はい、それでは、このツアーならではの魅力を2つ説明いたします。まずですね、事前の特典としてですね、事前にオンラインで現地のスタッフからさまざまなツアーの説明を受けて2人で好きなオプションを選ぶことができます。で、続いて2つ目なんですけれども、このツアーではミッションを提供します。で、そのミッションは2人だけのオリジナルアルバムを作成することです。で、全てのミッションに成功すると帰国後にアルバムをゲットすることができます。で、どのようにアルバムが作られていくかと言います 、まず出発前にですね、アルバムの1ページ目となるどんな旅にしたいかなどの質問が書いてあるメッセージカードが旅行会社から送られてくるので、2人でその質問に答えていきましょう。これらの質問を通してこれからの2人の旅への思いを高めていきましょう。そして旅中でのミッションは3つです。まず一つ目が、映るんですを一人一つ持って好きな瞬間をお互いに取り合います。撮影枚数は一人27枚なので注意をお願いします。ミッション二つ目は、メッセージカードを買いに手に入れましょう。その手に入れたメッセージカードにお互いへのサプライズメッセージをオーストラリアの最終日の夜に書いてください。
で、ミッション3つ目がフィルムとメッセージカードを帰国後に旅行会社に郵送してください。すると後日家に2人だけのオリジナルアルバムが家に届きます。見返して旅を振り返ったり、最終日の夜に書いたサプライズメッセージをお互いに読み合いましょう。はい、続いて旅の内容を紹介します。いよいよ旅の始まりです。5時に羽田空港に集合いたします。翌日の早朝にブリスベンに到着します。 Day 2は土地の魅力について知ろうで、ありがとうございます。土地の魅力について知ろうでと題し、現地ガイドの方がおすすめスポットをご案内いたします。そして満腹になれるオーガニック料理を味わったり、大自然を散歩してリフレッシュしたり、オージーのライフスタイルを満喫しましょう。また旅の道中による小さな町マーレニーで、マイカップやお皿、食材などを購入して、夜宿泊するグランピング先でバーベキューを楽しんでみてはいかがでしょうか。ね、工程は、スライドの通りで、スライドの通りです。はい、で、Day 3、Day 4は、オプションで選ぶ思い思いの日を過ごす日となっております。まあ、決めたオプションをに参加してもらったり、Day 2で気に入った山菜コーストの魅力についてより詳しく知れる場所へ行ってみたり、各自自由にお過ごしください。送迎は現地ガイドの方がしてくれます。最終日、Day 5、Day 6は出発日、出発まで自由に過ごしましょう。以上です。ということで、私たち F チームが考えるこのツアーのニューノーマルなポイントはこちらです。はい、ということで、自分の経験を紐解くことから新しい旅行の価値を見出していくということで、チーム全体で出た一番印象に残ったオーストラリアの経験っていうものが、自分と向き合える時間がゆっくりと取れるオーストラリアへ流れる、なんか日本とはすごい違う時間の流れを感じたという意見が多かったので、この経験をこの1つ目のコアなアイデアとしておきました。そしてニューノーマルなツアーを考える2つ目の大事な要素は、旅行の意欲を高めるこれからの兆しを知ることです。なので、私たち F チームは、高まる、大自然の欲求、そして写真好きたちの心をくすぐるというこの2つの兆しをですね、ツアーのコアのアイデアとして織り交ぜてみました。なので、この2つの要素をもとに、その宿泊だったりとかを大自然が感じられるような、なおかつ密を避けられるグランピング泊にし、そして特定にアルバム贈呈と、あと映るんですで、こうインスタントカメラですね、映るんですで写真を撮るアクティビティをつけ、写真撮影欲を、ね、こうくすぐるような仕組みにいたしました。そして最後に、資産ということで、この旅行の価値をこう 最終的に決める資産なんですけれども、オーストラリアが誇るべき資産というのは、この F チームで出た考えが、人々と自然と人々のオーストラリアのオージーの人たちの間に流れる、なんかスローなライフスタイルだなと思いました。なので、この良さをこのツアーの中にこう最大限に織り交ぜるためにも、このツアー、2人のこれからを想像する旅ということで、この経験、兆し、そして資産を3つ織り交ぜて、このツアーを作りました。はい、ということで以上、F チームのプレゼンは以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、すごいね、僕、テーマが大好きでした。しみなわさん、すごいいいテーマでしたね。そうですね、本当にちょっと伊佐さんと行かないといけないなと。いつから行けるんですか？いつに行くんですか？ちょっとコロナが明けたらぜひ。それ断るやつやん。いや、でも素晴らしい。確かにそうですね。チャットにもあったけど、2人でっていうコンセプトというか、ターゲットゲームは今回が初めてで、やっぱそこの需要ってね、本当にすごい実は旅行の市場だと大きいんですよね。やっぱりカップルとか結婚とかもそう、新婚旅行もそうですけど、なのでそこを狙いに行ってるのがそもそも結構素晴らしいなと思いましたし、なんかそこがちゃんとその経験と兆しと資産と結びついて、二人で新しい価値を想像していくみたいなところはすごい良かったなと思いました。
ありがとうございます。ありがとうございます。ね、うん、確かに。うん、吉武さんはいかがでしたか？はい、非常にコンセプトは非常に良かったなと、思います。で、まあ、2人でやっぱり思い出に残るものっていうのは、後からもらえるっていうのは非常にいいなと思うんですが、これ映るんですじゃなきゃダメですか？だからリスク高いなと思って。そうですね。質問ありがとうございます。まあ、スマホとかでもいいのかなと思ったんですけど、あえて制限があることで人と人と大切に撮ってくれるんじゃないかなっていう、その瞬間瞬間を選んで、そうすることでなんかよりいい写真が撮れるんじゃないかっていうところで写るんですを選びました。はい、なるほど。もう一つがなんか現像するまでどういう写真かが分からないっていうのが、携帯だともうどういう写真が送られてくるか分かっちゃうんですけど、帰国後にどんな写真が撮れたのかなっていう楽しみがあるっていうのも写るんでそうです。なるほど、ありがとうございます。あとすみません、結構サンシャインコーストってゴールドコーストから多分2時間ぐらいかかるようなところだと思うんですが、その、まあ、ヌーサ国立公園の方とかに遊びに行ったりする時の足が、まあ、ガイドさんが来てくれるっていうのでお話を進められてたかなと思うんですけど、来てくれますかねっていうのはちょっと心配だなっていうところはありました。日本、あんまり日本語ガイドの人ってサンシャインコーストの方にはあんまりいないのかなっていうのはちょっと心配なんですけど、そこの英語ガイドとかでも良ければ全然できるのかなというのはあるんですが、ちょっとそのあたりもどのようにお考えだったかなっていうのはちょっと思いました。そのことについてなんですけれども、今回プレゼン時間の関係上含めなかったんですけれども、ターゲットを絞るときにやっぱりサンシャインコーストって日本人の方にはあまり知られてないマイナーな土地だと思うので、そのチャレンジ精神というか、その新婚旅行とか旅行行くときにハワイとかゴールドコーストとか誰もが行くところじゃないところに行きたい、ニッチなところに行きたい、かつその海外旅行にも慣れてる人をターゲットにしようっていう話があって、その英語ガイドさん、現地のガイドさんでもあまり抵抗がない方っていうターゲットで進めたので、その現地ガイドの人で現地でオーガナイズしてるそのヌーサー国立公園だったりとかに連れてってくれる人と提携して組むようにしようっていう話は進めていました。なるほど、ありがとうございます。サンシャインコーストというのは2人のこれからにとっては非常にいいところだと思いますよ。ペースが遅い、まあ、自然が、まあ、美しいところですけれども、大都市と違ってもうちょっとロマンティックで何て言いますか、まあ、スローペースの地域ですので、まあ、ハニムーンででも2人のこれからにとっては非常にふさわしいじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、伊沢さん何か最後コメントありますか？そうですね、いやすごく良かったです。あとやっぱり、まあ、おっしゃってくださってましたけど、この本当に広い魅力たっぷりのオーストラリアの中でこうあえて欲張らずに一点集中でその、まあ、映るんですも含めて時間の過ごし方を提案するみたいな、しかも密を避けてっていうのはなんかすごく何でしょう、すごく感度が高いというか素敵にこう練り上げられたものだなと思いました。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんか強い気持ちを感じましたよね、一点集中の。はい、ありがとうございます。それでは F チームの発表でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いやー本当にね、どれも素晴らしい発表でしたね。これちょっとね、一つに絞るのきついかなと思いますが、ではいよいよですね、投票の時間に行こうかなと思います。はい、では F チームがね今退出していってますが、ちょっとだけねスライド1枚だけ表示させようかなと思っております。はい、今スライド見えますかね、大丈夫ですかね。よし、はい、では、ついにですね、投票タイムということで投票に進んでまいります。投票の仕方、冒頭でアナウンスさせていただいたんですが、こんな感じです。今からですね、用意スタートというタイミングで、こちらの投票の画面というのが出てきます。
で、その中で A から F チーム、6つのチームがありますが、一番良かったチーム、1チームだけをですね、選んで、ポチッと押してください。で、そして右下のですね、送信ボタンを押していただくと、投票終了になりますので、こちらの流れでお願いいたします。はい、では、よいしょ。あ、ごめんなさい。スライド閉じちゃった。もう1枚ありました。すいません。では、皆さん、準備は大丈夫でしょうか？これからですね、投票開始になりますが、はい、それでは、今からですね、2分間投票スタートしたいなと思います。それでは、皆さん投票をよろしくお願いします。よーい、スタート。はい、今ですね、じきに投票の画面出てくると思いますんで、あ、出てきましたね。ありがとうございます。はい。ではですね、今皆さん投票してくれてるかなと思いますが、ちょっと今画面共有停止しますね。チャットで、どのチームがどれだかが分からなくなってしまいましたって質問が多いですね。ああ、なるほど。ちょっと待ってくださいね。皆さん、チームの方が、私これですっていうのが入る。確かに。チームの方、リーダー代表して A チームのタイトルをちょっと送ってください。チャットに。はい。でね、今送ってくれてると思いますね。じゃちょっと投票時間ね、ちょっと増やそうかなと思います。皆さん投票できた感じになったら終了します。あとまあ2分ぐらいですね。1分追加でやりましょうか。はいはいはい。まとめありがとうございます。はい。あ、D チーム送ってくれましたね。ます。D チームサングラスしてるチームです。内容送って内容を。わかりやすい。はい、ありがとうございます。はいはい。あ、じゃあちょっとこれ運営の方、これコメントで A これ B これっていう感じでちょっとまとめてください。はい。じゃあちょっとゲストの皆さんも、審査員の皆さんもですね、今、審査やってるかなと思いますが、ね、ちょっと考えながらコメントをいただければなと思います。はい。ね、印象に残ったものっていうとね、他の今投票してくださる方の、なんか影響しそうだなっていう感じもなりましたが、ね、ちょっと総括してコメントをいただければなと思いますが。はい。伊佐さんとかどうでしょう？いやー、でも本当にみんなのプレゼンが素晴らしかったので、本当に今迷ってますね。どれも魅力的で。そうねちょっとね。決めるの難しいですね。こう、でもやっぱり自分が純粋にこう参加したいものを選んじゃいけないんだなと。確かにそうですね。あ、審査基準ですね。ちょっと一瞬だけパラッと見せようかなと思います。振り返りですが。はい。これですね。はい。こんな感じの審査基準がありました。はい。ニューノーマルな視点を取り入れているかということで、まあ、どのチームもね、結構ニューノーマルな視点ありましたね。よかったですね。はい。あと、オーストラリアならでの魅力ということで。やっぱり結構都市と自然みたいなテーマの人がね、多かったですよね。やっぱオーストラリアって、右を見たら大都市で、左を見たら大自然でみたいなね、ところがたくさんあると思うんでね。はい。あとはツアーのアイディアのオリジナリティですね。かなりオリジナリティあるチームが多かったですよね。吉武さん、ちょっとコメントをこれについていただけたらなと思いますが、やっぱ今というか、今回お話しいただいたチームの皆さん、オリジナリティすごかったですね、それぞれ。そうですね、オリジナリティすごかったですね。やっぱり旅前っていうか、その旅行の前にどういうふうに楽しむかみたいなところに、注目しているグループが結構多くて、その体験キットを送られていたりとか、オンライン体験をしてみたりとか、まあ、事前にコミュニティを作ったりとかっていうのに、着目をされているグループが結構多かったので、非常に参考になりました。確かに。なんかあれですよね、自分たちもツアー作ってて、あ、こういう視点があったのかみたいな気づきもね、多分あったかなと思うんで。そうですね。で、はい、ありがとうございます。で、あとはまあ実現可能性ということで、まあ、実際に皆さんにも工程表を作っていただいたりとか、旅費これぐらいです、費用これぐらいですとか、どこにどう行ってとか。そう、吉武さんも質問でおっしゃってましたが、ここの足はどうでとかね、そういうかなり具体的な部分までね、質問していただいたんで、それぞれのチームの実現可能性っていうのをね、見れたかなと思います。はい、こんな感じの投票基準でした。審査基準ですね。皆さん、投票の方は
いかがでしょうか。ちょっと時間入れますか。難しいですかね。皆さん投票 OK ですか。はい、ちょっとね、そろそろ終わろうかなと思いますが、ではあと30秒で終わります。投票してない方、投票のボタンを押してください。皆さんね、時間が迫ってますが、はい、あと25秒です。で、今回あのウェビナーの視聴されている方で、オーストラリアね、行ったことない方が結構いるかもしれないんですけど、今回のツアーでかなりね、オーストラリア行きたい欲が、行ってみたい欲高まったんじゃないかなと思います。はい、あそこ言ってる間にあと5秒です。はい、5、4、3、2、1、はい、終了でございます。まだ終了、あの投票してない方、ぜひですね、投票のボタンを押して終了してください。はい、では運営の方は投票ボタン終了して、審査の方お願いします。審査、集計ですね、お願いします。はい、いや、デレックさんどうでしたか。すごい、やっぱオーストラリアね、住んでオーストラリアね出身ということで、かなりいろんなところの魅力をお伝えいただいたかなと思いますが。そうですね、あの皆さんね、非常にまあ幅広い目的地を紹介していただきました。でオリジナリティもすごく良かったと思います。で、まあ、そういうツアーぜひね、私も参加したいと思いますよね。で、うん、ね、いや本当ですよね。僕もね、すごいプレゼン聞いて、オーストラリア早く行きたいなと思って多分ね、皆さんも一緒だと思うんですけど。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。今ね、集計してますので、皆さん少々お待ちください。審査員のメンバーも決めるの難しいっていう風にね、裏のメッセージの方でやり取りしてましたが、本当にね、どれもクオリティ高くてね、伊佐さんも結構迷ってましたもんね。いや、これはかなり本気で迷ってましたね。最後の3秒、2秒まで迷ってね。審査員の方はメッセージくれないんで、僕ちょっと困ってましたもん早く送ってって思ってましたもん。でそれぐらいどのチームも良かったですね。いや本当にそうですね、うん、ね、はい、木村さんとかいかがでしたか。いや僕はちょっと、はい、あの審査員の方がどこに投票するのかを見て決めました。なんでバランス取るの ?3 つぐらい、3つで悩んでて、はいはい、どうしようかなっていう。私も3つで悩んでました。全部良かったんですけど。へえ。バッと最後決めさせてもらいましたけど。はい、ありがとうございます。志村さんとかオーストラリアね、行ったことないんで。そうなんですよ。なので、やっぱりめちゃくちゃ行きたくなりましたね。いや、本当ですね。なんか行ってみたくなった都市とかあります？いやでもみんなちょっとね、バイロンベイ出しすぎ、はい、確かに行かないといけない感はありましたけどね、バイロンベイと。まあなのであの辺りは結構ね、多分提案してくださったところ割と近場にあるんで、ね、ゴールドコーストとかもそうです、ブリスベンと、うんうんうん、まあそれこそサンシャインコーストとかもすごい行きたいなと思いつつも、僕は昔からエアーズロックに行きたくてたまらないので、エアーズロックも行きたいんだよなとか、いろいろね。いいですね。僕も今背景エアーズロックですけど。確かに。めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃいいですね。まあ、なので多分一回行くだけじゃダメなんだろうなっていうことがよくわかりました。今日。はい。では、集計結果が出たようなので、発表していきたいなと思います。1位にやったチームのリーダーからコメントいただくんで、皆さん自分が優勝すると思ってコメント考えておいてください。1分ぐらいのねコメントいただきますんで、よろしくお願いします。はい、それではですね、まあスライドとかはちょっとね、皆さん顔が見えるように使わないんで、このまま発表したいなと思います。まずは第3位から発表します。はい、ではいきます。第3位はE チームです。 E チーム、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。では続いて第2位、はい、なんと2チームあります。 B チームと A チーム。おお、はい、第2位これね、いや本当にね、全部進出なんですよ、本当に。
めちゃくちゃ接戦なんですよ、これ。はい、では続いてですね。はい、第1位の発表に参ります。 B と A ですね。はい、はい、第1位は、はい、なんかすごい音流れてる流れてる、そんなのできた。はい、なんか切れ方悪い。はい、第1位は C チームです。おめでとうございます。はい、第1位は C チームでした。おめでとうございます。 C チームあれですね、一人旅だけど一人じゃないっていう、あのあれですね、参加所からキアンズに集合するツアーですということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは C チームのリーダーですね、 C チームのリーダーどなたでしたっけ。はい、すぐ入れますか。というわけでね、 C チーム優勝しましたが、いやーすごいね。どのチームもね、実はね、カウントしたんですけど、ほぼ1票とか2票差ぐらいでした。結構ね、投票の母数が多かったんですけど。はい。あ、そうですね、審査員の方もね、コメントこれからいただこうかなと思いますが、どのチーム選んだかとかもね、おっしゃっていただければいいなと思います。はい。じゃあ、ありました。めっちゃ、はい、ありがとうございます。すごい泣いてる。あ、すごい、なんか待って。泣いちゃった。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、カナさん、ありがとうございました。ちょっとコメントをいただけると嬉しいです。はい。ありがとうございます。すごい。その優勝コメントをめっちゃ用意してたんですけど、喋れます。もうなんかみんながオーストラリアが本当に大好きで、どこの場所にも行きたくて、みんなの行きたい場所をちょっとでも取り入れようって頑張ってきたんですけど、私は今ニュージーランドに住んでるんですが、時差があってもみんな私の時差のことを考えてミーティングしてくれたりとか、一回りも違う子たちとの、なんだろう、一緒にものを作るっていうこととかもすごい楽しかったですし、もう何よりこの私たちがオーストラリアがすごく好きで、私たちがガイドしますっていう愛が伝わったのが本当に嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ実現させてください。私たちがガイドします。はい、ありがとうございます。いやー、なんか嬉しいですね、こうやってね、すごい喜んでいただいて、本当にいいプレゼンをありがとうございました。はい、それではもう一度、ありがとうございます。今回発表していただいた全員に向けて拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。奈々さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあちょっとね、名残惜しいのですが、このイベント、このゼミもですね、トータル4日間やっていきましたが、クロージングに入っていきたいなと思います。はい、まずはですね、今回審査員で、ご登壇いただいた4名の方からそれぞれですね、コメントいただこうかなと思います。ちょっとスライドを使わずにね、このままの流れでいこうかなと思います。はい、それではまずはデレックさん、一言、一言二言いただけると嬉しいです。お願いします。皆さんおめでとうございます。この旅はオーストラリア政府観光局と旅ポ特別企画オーストラリアツーリズムゼミに ご参加いただきありがとうございました。こういった企画は、平局としては初めての試みだったので、 HIS さんやゲストの皆さんから貴重な話を聞くことができ、また、ゼミ生の皆さんからもオーストラリアに対する熱い思いを感じることができ、大変勉強になりました。平穏に暮らせる日々が、戻ると同時に、皆さんが安心してそして安全にオーストラリア旅行をできる日が一日でも早く訪れることを祈りばかりです。雄大な自然やたくさんの体験を提供できるオーストラリアで、アフターコロナに皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。ご苦労様でした。
はい、ありがとうございます。いや本当にね、このイベントで皆さんのオーストラリア愛もね高まって、本当にみんなオーストラリア行きたいなっていう気持ちがね、溢れ出たと思いますんで、ぜひねみんなで遊びに行きたいなと思います。ありがとうございます。それでは、次ですね、HIS の吉武さん、よろしくお願いします。はい、皆さんは4回にわたってですね、ゼミ大変お疲れ様でした。非常にですね、私前回の自己紹介の時でも、少しお話をさせていただいたんですが、オーストラリアですね、あまり、経験が浅く、知らないことがたくさんあってですね、皆さんのチャットだったりとか、それから、インフルエンサーの方々の、お話だったりとか、本当に非常に、多くのことを学べた4回だったなと、思っております。で、皆さんのですね、お話をトータルすると、キャンピングカーめちゃくちゃ来るんじゃないかって本当はすごいドキドキしてたんですけど、意外とですね、ブリスベンすごい人気なのと、ブリスベンゴールドコーストすごい人気なのと、皆さん一都市滞在っていうのがね結構多かったりというのが意外だったなというところと、ちょっと先ほども言いましたけど、その旅行前にどういうふうに楽しむかみたいなところをですね、非常に皆さん考えられていて、今後のですね、商品造成というところにもですね、ぜひ活かしていきたいなと思っております。で、今回Cチームの方ですね、優勝なされて、非常にですねプランも良くてですね、まず旅行会社目線で言うと、すごい何が良かったかなっていうと、メルボルン と、シドニーと、あとゴールドコーストの3都市をまず行って、最後にケアンズに行くっていう、みんなケアンズに集合するみたいなところで、一気にもう4都市の紹介をできてしまうっていう、この見せ方ができる商品っていうのは本当に素晴らしかったなというふうに思っています。ちょっとですね、商品化できるかどうかっていうのは、2日目に話しさせていただいた西川とかともですね、ご相談をしてですね、頑張りたいなと思っていますが、お約束はちょっとできないかもしれないですけど、ちょっと頑張りたいなと思いますので、またね、タビッポさんともご協力しながら、ちょっと、実現に向けて動ければなと思っています。はい、すいません、本当にそうですね、大変勉強になった4回だったので、皆さんも大変お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや本当にね、多分旅行会社の視点からでも、新しい、あ、こういうスタイルの旅行があったのかっていう発見もねたくさんあったと思うんで、なんか僕たちもねすごい勉強になったし、すごくいい時間でした。ありがとうございます。では次は伊佐さん、お願いします。はい、発表してくださったチームの皆さん、本当に今日はお疲れ様でした。私はデイ2と今日のデイ4のどちら2つに出させていただいたんですが、なんか本当に参加している皆さんのオーストラリアへの愛を毎回感じて、すごく幸せな時間でした。でなんかさっき の泣かれていたの、こっちもうるっときますね。すごく審査迷いまして、本当に最後まで迷って、っていうのも これから新しい要素を皆さんすごく積極的に取り入れていこうって思ってるのが伝わってきてたのと、あとなんか旅って今までってやっぱり行くこと、行っている最中がやっぱりハイライトというか山場だったと思うんですが、よく旅前とか旅中、旅後と行ってる最中の前後も旅だよねっていう話はあると思うんですけど、やっぱり事前のインプットだったりとか、バーチャルだったりとか、まあ、あと E チームですかね、アウトプットが冊子だったりとか、なんか旅の時間が今までより長くなるご提案がたくさんあって、なんかやっぱりコロナ前コロナ後のちょっと変化を私も感じていました。なんか一オーストラリア好きの旅人の審査員としては初めてなんですけど、私ずっと自分が行きたい旅ばっかりしてたんですが、みんなが楽しそうすぎて、このプランを世の中が落ち着くのがいつかわからないですが、落ち着いた時に行ってるみんなの楽しい姿を見たいっていうのを初めて思いました。なので、この多分すごく大変な準備の時間もあったと思うんですが、
あの多分一緒のチームの人とかはすごく仲良くなったりされている方も多いのかなと思うので、なんかこう審査が、まあ、審査に向けてた終わっただけじゃなくて、やっぱり今後もこのコミュニティでなんかこう関係性が続いていくととても素敵だなと思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後ですね、タイプ代表の清水の方から、コメントお願いします。はい、皆さん本当に素晴らしいプレゼンお疲れ様でした。で、あの C チームの方もですね、一緒におめでとうございます。で、あの本当にどれも素晴らしくてですね、あの審査員も投票したチームが全然バラバラだったので、どこが1位になるかとか全然わからない状態だったんですけれども、あの本当にあの良いプレゼンばかりだったなというふうに思っています。で、あの、まあ、僕自身も今回こうやって参加して一緒に企画とかもやらせてもらって、まあ、やっぱりオーストラリアに行きたいっていう気持ちがすごい強くなりましたし、まあ、僕以上に皆さんオーストラリアのことが、まあ、大好きかなというふうに、思っているので、まあ、なんかぜひこの気持ちをですね、このゼミでが終わって終わらせることはなくですね、なんかあのさっき伊佐さんも言った通り、まあ、これからですね、あのいろんな、形で、そのオーストラリアとの良い関係をですね、皆さんと一緒に築いていければ嬉しいなというふうには思っています。で、あのなんか1位に、なったチームの方はもちろん、なんか具体的にどういうふうにっていう話もあるかもしれませんけれども、まあ、それ以外のあのチームの方のアイデアも僕すごい素晴らしかったなというふうに思ってるんで、まあ、なんかそういった中ではあの皆さんのこう気持ちだったり熱さえあれば、それこそ HIS さんも協力してくれるかもしれませんし、それこそ伊佐さんのね、いろいろコミュニティとかもお持ちなので、なんかそういったところでコラボで企画が生まれるかもしれませんし、まあ、今回はねオーストラリア政府観光局さんとかもいらっしゃるので、じゃあ具体的にという話になるかもしれませんし、あのうちの会社もいろんなメディアとかイベントやったりいろんなことを企画しているので、なんかぜひぜひ、まあ、今回このオーストラリアのアンバサダーとしてですね、皆さん集まっていただいて、なんかこれからいいキャッチを生んでいければいいなというふうに思っています。僕はあの2021年はお世話に行くことは決めているので、ぜひ皆さんと現地でね集合したりできるとすごい嬉しいなと思ってます。はい、本当にありがとうございました。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、それでは審査員の皆さん、コメント改めてありがとうございました。ではですね、こちらのイベント、4日にわたりましたが、もう本当に本当の最後のお時間になります。はい、では、まあ、最後にということでですね、もう一個だけね、最後に宿題があります。まあ、いつもと同じなんですが、今回ですね、本当にいろんなアウトプットが、使うような形があったと思いますので、ぜひですね、このハッシュタグ、ニュートラベルメイト2020をつけて、まあ、今回のこのツアー良かったとか、いやすごいオーストラリア行ってみたくなったみたいなコメントをですね、本当にどんどんいただけたら、あの運営とかもね、そうですし、今回ツアーでね、発表していただいた皆さんの目にも留まるし、思いもね、伝わるかなと思いますので、ぜひご投稿をお願いいたします。はい。で、あとですね、こちら、ごめんなさい、こちら、Zoom のね、ウェビナー視聴者限定のプレゼントになるんですが、こちらのハッシュタグ、先ほど載せていただいて、投稿してもらうと、Twitter か Instagram に投稿していただくと、オーストラリアさんの、コーヒーとかお菓子とかをですね、3名様にプレゼントしたり、ノートに、今回のですね、イベント、まあ、デイ4までありましたんで、通算の学びとかを書いていただけますと、オーストラリア旅行で使える HIS の目録をですね、こちらも1名様にプレゼントしておりますので、こちらで12月の26日までの、お申し込みになりますので、ぜひこの期間までにですね、またあと1週間ぐらいありますので、学びをもう一回自分の中で整理をしてアウトプットしていただけると嬉しいなと思います。はい。でですね、はい、すいません。ちょっとお時間が、大幅に過ぎてしまいましたが、これでイベントは、終了となります。で、今回ですね、このイベント、4日間ありましたが、この4日間を通してですね、ニューノーマルの旅っていうのをもう一回考えてみてほしいなと思います。で、まあ、コロナのいつ収束するかもわからない状況とはなっていますが、今後ね、また旅ができる状態になったら、皆さんの旅って本当に形式とかもね、気持ちとか価値観とかもどんどん変わっていくと思いますので、今回の学びをですね、ぜひ活かして、今後の旅をもっと楽しんでほしいなと思います。で、あとはまあゼミの参加者もそうですし、あとはハッシュタグでつながった参加者とかもそうなんですけど、今回のイベントでつながった、つながりをですね、本当に大事にしていただきたいなと思います。で、まあ、オーストラリア開国してからみんなで集合しましょうとか、本当にさっきのツアーをですね、実際に、回ってみましょうっていう、流れもあると思いますので、ぜひね、やっていってほしいなと思います。まあ、先ほど吉武さんもおっしゃってましたが、今後ね、ツアーの企画が実際に
商品化されるかもしれないのでね、その際は、旅っぽのメディアとかで、発信していこうと思いますので、優秀チームのプランですね、実際に旅っぽのメンバーとか、参加者とかが実践して記事になるかもしれませんので、ぜひですね、お楽しみにしておいてください。はい、それでは、ですね、一旦ちょっと、はい、こちらでね、配信、ごめんなさい、終わろうかなと思いますので、はい、ゼミの参加者の方だけ一応ちょっと残ってそのままですね、いてください。では、ウェビナー参加者の皆様、本日は本当にご参加ありがとうございました。はい、では一度ですね、こちらで、ウェビナーの参加者の皆さんの、締めとさせていただきます。8日間にわたりね、ご視聴いただいた方もいるかと思いますが、改めてありがとうございました。